どうも、はい、アコツです。こんばんは。はい、大丈夫、聞こえてますでしょうか？大丈夫かな？はい、どうも、こんばんは。先週は、ちょっと、体調を崩してしまいまして、ちょっとね、急の放送を中止ということでね、すいませんでした。もう治りましたので、はい、今週からはまた普通にやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。どうも、こんばんは。でですね、今日は、特に何も、なんか、あるわけじゃないので、ボタンマスターズをね、ゆっくり やろうかなと思いますね。ランタンコンはですね、柴田さん、なんか言ってましたけどね 言ってましたけど、それは、ちょっと、また今度にしようかなと。メキシコそうですね、今週、いや、今週ではない、来週ですね。来週、土日にですね、メキシコのメキシコシティですね。で、グランプリ、チームリミテッドのグランプリがあるんですね。そこに、僕と渡辺優也さんと、幸宏健さんの、3人チームで参加することになっています。ので、そこをね、頑張りたいなと思っております。ただそれとはね、全く関係なく今日はモダンマスターズということですね。なのであれですね、来週も、ちょっとお休みいたしますんで、よろしくお願いします。すいません。はい。で、ランタンコンはですね、回さないです。今日は回せないです。カードがないため。なんで、もう普通にモダンマスターズをね、やりますんで、ご了承ください。グランプリは来週末ですね。ん？今週末？そうですね。今週末、はい。今週末ですね。もう月曜日ですね。ちょっと、曜日が、あれでした。もう今週末です。なんで、もう、金曜日ですね。金曜日に出発するんで、そう、ちょっとね、もうすぐですね。今日は、3、1、2、3、4日後。4日後にはもうメキシコにいますからね。メキシコね、ちょっとね、治安が悪いらしいんで、ちょっとね、怖いですけどね。一応日本人9人で行くんですよね。滝村さん。火曜日にね、放送している滝村さんと、井上さんっていうね、マジックビッグマジックプロのね、井上さん。それから、悠々亭プロの高尾さんに、ハルリアプロスの浜さんですね。みんなの浜さん、店長ですね。浜屋の浜さん。浜さん。その辺の、豪華メンツでね、9人で固まって、移動する感じですね。でですね、今浜さんと、井川さんが一緒にチーム組んでいるんですけど、この二人がですね、すごいなんかこう、あんまり想像できないようなメンバーの人をね、仲間に入れて、メキシコに行くんですよね。知ってる方も多分多くいらっしゃると思うんですけど、ライザーさんっていうね、そう、石村慎太郎さんですね。ビッグカードで記事とかね、いろいろとその新カードのプレビュー記事を書いている石村さん、ライザーって名前の方がね、多分有名だと思うんですけど、あの方がね、ちょっとチームリミテッド参加しに、メキシコまで行くって、ちょっとすごいね、僕はびっくりしましたね。その彼と、井川さんと浜さん、3名のチームと、井上さんと、高尾さんと、滝村さんのチームと、僕と、鍋さんと、ゆきひろさんの、この9人で、じゃメキシコにね、固まって、ダーンという感じですね。浜さん、先週、そうですね。多分あれですよね。浜さん、今じゃないか。サンアントニオ行ったんですよね。一応ね、アメリカからメキシコって当然近いですよね。地続きなんで、近いんですけど。ただハマさんは一回ね、メキシコから直でアメリカに行くんじゃなくて、アメリカから一回日本に帰ってきてからメキシコに行くっていう感じらしいんで、すごい強行軍みたいな感じ大変だなっていう思いますね。自分で見たチャイスにダイブした。しょうがないですね。プレイすることは適正ですからね。仕方ないですね。いや、はぶられたわけじゃないですね。最初にですね、ゆきひろさんと鍋さんが、もう行くことは決まっていて、で、そこで、僕はちょっと、入れていただいたんですね。最初は一応ね、ヤマケンさん。ゆきひろさんとね、ヤマケンさんすごい仲いいんですよね。あと、チームも一緒らしいってのもあって、その3人が一緒に行こうっていう感じだったらしいんですけど、ヤマケンさんはなんかあんまりでも、もうグランプリのね、キャップ埋まってるんで、あんまりだなっていう感じだったところに、僕はね、じゃあすいません、入れてくださいって感じで、入れてもらったんですね。
で、だから滝村さんとかは、そこは全く別で、井上さんと高尾さんが一緒に行こうっていう話をしてるところに、滝村さんもね、そう、チームグランプリすごい大好きなんで、じゃ行こうかなっていう感じで、スッと入って、で、3人になったという感じですね。今日はモダンマスターズを回します。モダンではなく、モダンマスターズのドラフトですね。ドラフトリーグをやっていきます。すみません、さっきコメントであったんですけど、モダンマスドラフトに強いからっていう話があったんですけど、正直この環境はですね、なんかまあ、何でも強いですね。その中で個人的にいいと思っているのは、ミドシロですかね。まあ、いいというかね、一番僕の勝率が高いのがミドシロですね。まあ、やっぱりその、2マナ3サンっていうスペックが純粋に殴りやすいよねっていう感じですね。この環境はですね、コントロールすごい多いんですよね。てかまあ、やっぱりね、MTG やってる人って、結構コントロールしない人もすごい多いんですけど、そういう人がですね、守る方法っていうのが、青と黒のカラー、2色になるんですけども、まあ、テーマ内記ですね。青と黒のテーマ内記が強いのっていうと、まあ、カード多いか、あれだな。まあ、こうですね。ボーナスの占い師とか、これとかね、買い物の神官っていうやつですね。これ。まあ、こういうカードでね、守ったりするんですけど、それに対して、ミノシロっていうのは、もうテーマだから、もうね、2マナ3サンっていうね、すごいスペックですよね、こいつ。もともとワンコモンのこのカードとかを使って、あとこれとかこれですね。こういうので、ガンガン殴っていく。殴っていけるっていうところが強みですね。バウンスもね、ただ青のバウンスってそんなにでも多くないというか強くないんですよね。まあ、6マナの、ディンローバの恐怖っていうのはすごい強いんですけど、すごい強いんですけど、逆に言えばね、まあそれぐらいですね、強いバウンスっていうのは。あ、まあこれか。これは切りガラスは強いですね。まあコントロールでね、そんなにまあ切りガラスも、まあ普通みたいな。まあ強いですね。切りガラスは強いけど。まあまあまあ。あとまあね、結構切りガラスはね、高いんで。まあまあ、犯人ですね。あ、そう。このカードのいいところはですね、当然その青黒ってカラーはすごい人気色なんですね。正直、コモンのスペックすごい高くて、コモンあんこか。例えば、これはまあまあ普通寄りなんですけど、例えばこのね、カウンター&クリーチャー回収っていうカードがアンコモンにあるし、もうこれも4マナ44飛行ですね。強いし、あとね、これですね。まずコモンにあるこれがすごい強いんですよね。もともとアンコモンですごい強かったクリーチャーなんですけど、6マナ44でバウンスしてリスカールさせるっていう。こういうのがね、コモンにあって非常に、あとこれがアゴニー、そうですね。アゴニーワープもすごい。これもね、まあ、とんでもない。この環境で一番強いと言ってもいいぐらいの自供かつバットリなんで、すごいね、質が高いんですね。逆に言えばみんなが入りやすいというところで、青黒はね、競合しやすいんですね。で、なかなかね、青黒って、特にその中速気味のデッキは組めなくて、まあその3色になったりとかね、どうしてもなっちゃうんですね。中速って組むのは結構ね、ハードルが高いカラーなんですけども、それに対してね、まあこれも強いですよね。コマもすごい強くて。それに対して、ミドシロっていうのは、結構ね、敬遠されがちなカラーなんですね。そこで、もうこのね、2マナ3サンとかを集められると、もうね、ゆっくりなデッキをガンガン殴っていくっていう、殴って突破できるっていう感じですね。ただまあね、とはいえ、それはですね、まあ環境の初期の頃にしか、僕やってなかったんで、最近であんまやってなかったんですよね。でもうね、だいぶ、研究も進んできて、他の人もね、デッキを強く組める子になってると思うんで、まあ、もしかしたらね、もうそういう環境じゃないのかもしれないですけど、まあ、とりあえず、僕の中では、で、それが一番いいかなっていうところでね、考えてますんで、まあ、とりあえずそんな感じでやっていこうかなと思います。で、作りたいのは、むしろですね。まあ、セレズニアですね。セレズニアカラーをいきたいなと。てか、まあ、あれですね。正確に言うと、まあ、何やか、ジャンドみたいな。何やかはジャンドカラーのうちの2から3色を使いたいっていう感じですね。まあ、青抜き4色ですね。そんな感じでいきたいなっていう感じで。ヘルライダー。これは赤使えそうですね。ただまあ、あれですね。この環境ですね。コモンもアンコモンもすんごい強くて、なんならもうレアぐらい強いコモンとかアンコモンとかがあったりするんで、もう1の1のね、てかまあその、パックから向いたレアっていうのは、まあ、確実に使うとは限らないんですよ。そんならね、最初の1パック目、全部切って色変えるってこともね、あり得るぐらいカードが強いんで、まあとりあえずね、で、出てレアもまずもらうけど、
行かない可能性もあるよ、というね、感じですね。レアぐらい強いコモンといえばですね、かつて、イニスラードをね、旧ですね、旧イニスラード。何も名前の冠もついていない、イニスラードっていうパックでいた、ファルケンラスの騎手、貴族、ファルケンラスの貴族っていう、彼の飛行クリーチャーはね、すごい強くて、これね、使ったことないんですよね。これまあ、ここすごい強いんですよね。これでも、だってレアだしな。レアから、欲しい。これはですね、何が起きるんだ？ 5 ダメージを、アモングナンバーターゲット、クリーチャーがプレイヤーに与えて、相手は5点ゲインするのか。なるほどね。まあ、つまり、プレイヤーに5点入れることは、まあ、基本的にはできないんですね。まあ、プレイヤーは、まあ、だいたいライフゲインをして、ただ、まあ、その代わりクリーチャーに5ダメージを振り分けられるというカードですね。ああ、なるほど。そういう感じなんですね。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。5以下で倒せる。そうなんですか。これなんか書き方的にはあんまりできなさそうですけど。まあ、せっかくなんでね、レアをね、取ってみましょうか。本当はこっち側取りたいんですけどね。まあ、とりあえずレアだしね。レアがあったらレア取ろうって。あ、もう使わなさそう。お、いいカードありますね、これね。これはね、いいっすね。とりあえず赤いしね。この辺もね、まあいいけど、とりあえずやっぱね。まあこれもいいですね。これとこれなんですけど、まあこれね、序盤にいっぱい取られると強いんで、これをね、これもね、もともとアンコモンなんですよね、このカード。バーニングツリーエミッサリー。こういう感じですね。これが こういう感じで、こうなると、そうみたいな感じなんですけど、わかりますかね。これがあれなんですね。で、まあ、ランドもいいけど、ただね、やっぱり、このからランドはね、あんまり序盤に取るもんでもないですね。なんで、まあ、そこそこ、ゆっくりめに取ってもいいかなと。お若つです。で、まあ、こうなったら欲しいものはまたそんなないんですよね。で、これもね、まあ、そんな強くないし、これもね、まあまあ、妙らしい。でもね、みたいな。あんまりどれがいいってのはないんで、まあ適当に、ね。例えばね、カード強いカードって見ると、これは強いし、まあでもこれだったらもうね、これ取って、これがあるんで、このランナー取ってもいいですね。まあ一応でも赤いカード取ってもいいなとか、あるんですけど、まあまあでもいいか、ランナー取っちゃうか、とりあえず。暇だしね。お、これはいいですね。これはね、この環境で、最も強いというわけではないですけど、かなりね、上位に入る塾ですね。まあ、1、2を争うぐらいには、かなり強くて、使いやすい塾ですね。2マナーで、自分の土地の数の分だけのダメージを相手のクリーチャーに与えるっていう。かなりね、使いやすいんですね。これもね、いいですけどね、すごく。まあ、とりあえず、色もね、合ってるし、お。ジャンドかと思いきや、あ、ナヤかと思いきや、ジャンド。ナヤではなく、ジャンド。まあ、ジャンドでもいいですね。まあ、とりあえずね、3色のカードは、まあ、使えなくても別にいいんですね。とりあえず、まあ、取っといて、使えたらラッキーぐらいでいいと思いますね。なんなら両方とも使わない可能性もありますからね。2色でいくとか。お、これはまあまあ、回っといてもいいですね。アグロ。アグロではないけど、アグロ系のカードじゃないけど、まあ、普通に強いですからね。ほんと。これはこれもいいな。まあでもとりあえずね、ここは印鑑取っておきましょうか。印鑑があると、これがもうすごい使いやすくなりますよね。で、まあね、この、エミッサリーからこれとかね。これもね、かなりいい動きなんですよね。エミッサリーから印鑑出して、ヘルライラーでも勝ちますからね。まあ、印鑑を取っておくのが、まあ今後のためにもね、お買い得で、これはね、まあもうこれは使わなそうで、これも強いんですけども、こことここですね。これはまあ軸としてはさらに最上級クラスなんですけど、まあ、これもね、まあ、残ったら勝ちますね。袋がもうガラガラっすね。欲しいものいっぱいあるんで、とりあえずまあこっちでもいいかな。このね、飛行で思い当てね、すごい強くてとかね。これ結構微妙なんですよね。むしろこれよりも、2マナ3一の方が個人的にはいいかなと思うぐらいには、これがね、強いんですよね。ただまあ、ハスクとかもいいですね。
これはね、結構ね、かなり使いづらいカードなんで、これよりかはこれかこれで、まあ、3一かなという感じですね。お、リピーマ。じゃあ、なにこれ。マーカーか。ガレキテールマーカー。マーカーはいいですね。2マナ2、1。まあ、2マナは結構もうね、取れそうなんで、まあ、一応ね、雲取っといて。お、マーカー。いいですね。だいたいこれも赤く。おお、ドムリラーデ。噛み合ってますね。ジャンド確定？これもしかして。ちなみにですね、僕ですね、このムダマスドラフト、今までで、全部で14回やったんですよね。14回。で、その中で、神話レアを向いたのがですね、オリビア・ボルダレン1枚だけなんですよ。なんで、これが46パック目にして、47パック目にして、14回、まあ、何パック目にして、2枚目のね、神話レアですね。いやー、ドムリか。まあまあ、いいですね。これは安いですね、このドムリラーでは。確か安かったはず。いやー、まあね、これはさすがに強いですからね。全然。え、神話レア流れてきたんだけど。テンポラルマスター。まあ、強いターンですね。EDH でもおなじみのね、カードですね。まあ、これかこれ。ただまあ、印鑑取っておいた方が、このデッキではもう強そうですね。これもね、めちゃくちゃ強いんですけど。めちゃくちゃ強いんですけどね。まあ、とりあえず印鑑取っておくことによって、この辺のね、強いカードがかなり安定して出るようになりますね。え、ゴーア族。強い。ジャンドからいいですね。ランドがね、少し取れればかなりもういいデッキになりそうですね。ジャンドカラーだと、だいたい、まあこれでいいかな、みたいな。これもね、すごく強いんで、取っておきたいですね。で、まあ、こいつらがね、結構コンバートトリックなんで、あんまり今4マナと考えなくていいと、結構まあ、まだまあ、間に余裕はありますね。まあ、ここね、まあ、あえて、ここで取るようなカードでもないかなって気はするかな。もうちょっとね、質の良いものでも、良さそうですね。これがまあ、除去で、まあ、取っといてもいいか。まあまあ、微妙ですね。まあ、クモさんはね、あんまり出来に合ってないんで、取ってもいいぐらい。まだジャイゴリいっぱいあるから、まあ、こっちかな。とりあえずこっちにしましょうか。お、アンセム。これね、強いんですよね。このアンセム。とても強いんですね。お、ナヤランド。まあ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 、お、モグフランキー。これもね、いいですね。これは、まあまあ、赤はね、もうメインカラーになりますね。これ。とりあえず、まあヘルライダーもあるって、これがね、まあ抜けそうな感じしますけどね、現状。まあもう2マナをね、とにかく強くしたいって感じがあるんで、ここはまあ、このランドは、まあまあ別にいいかなって感じですね。こっち取りましょう。まあ、ミリンドはね、まあ、序盤になくてもいいですね。別に後半で全く構わないんで。まあ、いい火力。ででん。これもね、かなりいい除去ですね。プレイヤー2点入りますよね、なんだってね。ミリンドはね、出るかどうかはちょっと不安だけど、まあ、それでも入れたいってカードですね。例えば、3ターン目に出なくてとか、もう5ターン目でも出なくてもいいですね、なんなら。序盤全然出さなくて、難しいって状況でも、まあ、もう、それでも許せるぐらいのパワーカードなんで、これは、色事故しても OK っつって入れますね。それこっちはね、もう抜けそうですね。こんな感じで。これぐらい。まあ、これをなんならこれも抜けてしまって、タッチや、まあ、タッチ黒とかはね、ありそうですね。まあ、これが一応あるから、とかで、少しだけ黒タッチするとかでもいいし、まあ、最悪、ここも抜いてしまって、2色でも、まあ、許容できるぐらいのカードになってますね。このカードね、強いんですよ、実は。結構ね、皆さん、ギルドモンとかはね、三色ランドすごい大好きというか、もう普通に強いんで、ガンガン取る人が多いんですよね。そこに対して、モロテンレイン、まあ、メインボードにはね、あんまりいないんですけど、サイドボードにあると、こうね、パーンとできるんですね。タッピングがそもそも多いから、これがね、リミテッドなんだけども、すごい有効に機能するっていうカードなんですね。ただ、まあ、メインに強いこっちにしましょうかね。いいカードいっぱいあるな。どうしような。
これはまあでも、まあ、ピーマンも2台もあるからね。だったら、まあこれ取っときましょうかね。す。はい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 。これね、どうしましょうね。どれもいいですね。2体出る。まあね、エミッサリーからね、分回りが強くなるって感じですね。まあね、緑のドラゴンの餌ですね。難しいな。まあ、ちょ、こっちにしとこうか。お、グラッチ。これはね、いいやつですね。とりあえず、まあ、クマさん取っとこうかな。これね、実はすごい強いんですよ。3マナ44ですからね。ベント。お、レインジャー。悪くない。ジャイグロ。まあ、ジャイグロでも、もう、まあ、いらなそうですね。ラッパ？ラッパとは？そうですね。ベイロさんにあんまり、このディケードそんなにでもないかなって感じしますね。あ、フッチランドか。まあ、ごちけくらいかな。あ、でも見どころ。ちょっと噛んでますね。あ、馬力充電。はい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 。あれですね。あれはよくあんまり好きじゃないんですよね。ハッチケ。おー、ありがたい。あ、今回はね、強かったですね。じゃあちょっとはい。フッチランドいただきます。シュ。フッチはね、ありがたいですね。締める。これ。まあ、もう一度クリーチャーが欲しいですね。現状だと除去も結構多いし。まあ、とりあえず入れてもいいけど。まあ、バッテリー、ちょっと多いから。もうちょっとクリーチャー取れれば。いけばね、これもう一枚ぐらい欲しいですね。バーニングツリーエミサリー。もうちょっと取れるとすごい嬉しいんですけど。ランタンはね、どうなんですかね。まあ、試したい感じはしますけどね。まあ、試したって言われてますしね。お、バーニングツリーエミサリー。まあ、ジップとかね、欲しいけど、まあ、ここはもうね、もう。まあ、こういうのもあるんだけど、こういうのもあるんだけどね。まあ、ここは、やはり3枚目のバーニングスリーミスタリー、帰ってこない可能性も考えれば、取らざるを得ないですね。これもね、もう2枚と3枚じゃね、パワーが全然違いますからね。2段目にエミスタリーってできたら、それだけでも勝っちゃうぐらい強いんで。これやっぱ現状ね、うまく取れれば、まあこれも抜いてもよさそうですね。もうちょっとまあその、こことこ抜いて、もうちょっと、この辺の強いところが取れればって感じですね。現状、まあかなりね、軽く寄りすぎてるんで、印鑑もある割に軽く寄りすぎてるんで、そう、もうちょっとね、もうちょっと強いところが。パイルはね、やばいっすね。まあ、パイロ打たれたら、ちょっと展開を抑え気味にして、これとかもね、そうですね。まあ、現状かなり緑もね、濃くなりそうなんで、いいかなーと。ここは、特にクリーチャーもなければ、まあ、印鑑取ると黒が入るようになるんですけど、まあね、黒もね、重いところは、これ、ダブシはさすがに使いづらくてなんで、蛇取るんだったらまだジェットの方がいいかなと。まあ、ジェットはね、まあまあ普通ですね。かもなく、不可もなく。え、パイロ。く。むむ。黒をタッチしたくなるようなカードが。これはね、相当強いんですよね。相当強い。でもね、入んなさそうなんですよね。このカードね。パイロはね、カットする意味がね、ないんですよ、実は。これを取った人と当たる可能性がね、すごく低いんで、だったらまだ使う可能性ない。まあ、除去結構あるんだったらもうこれですかね。これ。この方がまだ使えるだろうみたいな。まあ、これも結構ね、悪くはない感じですね。私は現状もあんま使え、ダブルシンボルがね、ほぼ使えないんで、あんま取りたくはないかなっていう感じで。まあまあ、こいつでいいかな。だったらこれですね。
これでも結構ね、悪くないですね。3732が普通なんで、まあ、普通に取ろうかなって感じで。お、モグフランキー、いいですね。2733、単体ではアタックもブロックもできない。エミッサリーもいるからね、できるでしょっていう。お、フランキーがいっぱい。2マナがムキムキですね、これ。印鑑もあるけど、これはもうこっちですね。黒は抜けてしまいましたね、これはもう。残念ながら。で、これも抜いて、こいつですね。ベント。え、一周してきた。一周しちゃいましたけどね。もう、これはきっと。まあ、サイドボードでもしかしたらね、黒タッチとかしても、でもまあ、いや、する可能性はあるけど、まあ、こっちで全体、まあ、その、パンプして殴っていく方が、デッキにはマッチしてますね。もう事故もね、起きないぐらい綺麗になってるんで。まあ、じゃあサイドプランではこういうのちょっとね、立っとくぐらいですかね。タッチはまあ可能なんで。もう、デッキはこれでかなり綺麗になりましたね。もう2マナがね、ムキムキですからね。そうそう、トークンから殴れればいいですよね。で、まあ、ジャイグロもね、いっぱいあって。まあ、4マナもね、クリーチャースペースでもこんだけあるんで、かなりいい感じですね。印鑑は、まあ、確かにこんだけあったらなくてもいいかって気がしてきますね。確かに。ここはもう見ても良さそうですね。あ、まあ、確かに3ドル入れてもいいですね、こうなると。もうタッチのランド。もうサイドボードからハンデス入れるタッチクルはありますね。これは、いやでもなぁ。まあまあまあ。もうこっちか。ダイナチャージ。馬力充電。ハーモライズ。入れちゃおうかなぁ。ラッパーで結構ね、僕あんま好きじゃないですよね。てかまあ、ジャイグロがいっぱいあるんで、ジャイグロ4枚もうすでに存在しているんで、ラッパは微妙かなという感じで、もうこんな感じでね、22枚、あれ？ハーモライズ入ってないか。ハーモライズ入れて23枚。まあ、こんな感じですかね。ランドはね、まあまあ、4ターン目伸ばしたいから、20、17枚でいいかなと。いや、僕ね、ラッパがね、嫌いっていう、その、特性を持ってるんで、そこはあるかもしれないですね。まあ、こんな感じで。まあ、このデッキだとメインモードはとりあえずフェッチ入れてもいいかもしれないですね。純粋に一点ペグよりも一枚のデッキ圧縮と、あともドミルライトのシャッフルができるんで、まあ、これはフェッチランド一枚入れても良さそうですね。まあ、こんな感じで、いこうかなと。今までクリーチャーが6で8枚ですね。これとこれ。37が、まあこれプラスドメンラーとアンセムで。まあかなりいい。綺麗にまとまりましたね。かなりこれは。綺麗にまとまった赤ミドビートダウン。できた感じで。これはまあ結構ね、3-0してもおかしくないぐらいのいい塩梅ですね。とてもそうですね。結構、その、まあ調和もあって、リソースを増やすカードもありつつ、4マナのアクションがね、結構あるんで、これはまあスクリューするよりも、まあ伸ばしていった方が強いかな、という思考で、はい。まあ、まあいいでしょう。二度マナも一応一瞬だけ出ますからね。ちょっと出る、二度マナ。一瞬だけこれこれで。二段目にね、四点黒く出せるんだから、いいでしょうと。お！はい。エミッサリー。ミッサリーからの、ミッサリーからの、これで、はい、6点クロック。あ、相手しかも、2ターン目、ディスカード？ 平地捨ててますね。はい。
6点。で、相手間違っちゃった感じですね。これはなんかタイムワープを 2ターン目にクロック出しつつタイムワープ、あ、止まった。やばい、これは身の丸引かないと。引いたー。ラッキー。乗り下ろして、もう除去って殴りましょうね。相手土地が戻ったので、このタイムワープですね、これね。はい。いやー、これは これはさすがにですね。いやー、もう一枚来てもね、このね、スラグなんちゃ、あ。いやー、ありがたいですね。土地が伸びない。ウィン。うん、相手のデッキよくわかんなかったですね。白タン、白いデッキ。すいません、止まっちゃいました。また再開しました。どこまで話したかわかんないんですけど、後手の場合は土地を1枚ね、こう減らす、まあ、かなり好きなことで、だいたい毎回やってるんですけど、今回は相手のデッキがわかんなくて、入れていいカードがわかんないっていうのと、まあ、入れるものもね、そんなにないので、まあ、このままでいいかな、というところで、キープ。そう、まあ、タイムワープそうですね。平日ディスカードが相当やばかったですからね。あれが本当に、これは2ターン目に、いない。まあ、しかも森もない。これは、マリガン寄りですね。このデッキの、まあ、最大値が高いっていうのと、二度マナ出ない。この感じで出ないのは、相手のまずいんで、マリガンしてもいいかなと。はい、え？これはさすがにマリガンしようかな。厳しい。これはまあいい判断ですね。土地さえ引ければ、伸びていくので。トップ。はい。で、まあ2マナのアクションか、土地を引ければって感じですね。青白。確かに、あれ嫌だな。お、土地引けた。まあ、22バニラで。バーニングツリーミサリーから連鎖はしません。悲しいけど、まあしょうがないですね。このマナをね、貯めておきたいですよね。まあ、でも。相手もそんなに強そうではない。あ、2、3。止まった。けど止まってはいない。お、このね、4、4くんがね。このがですね、3マナ1トランプルで、殴ったら、パラ3パラ3するっていう。もう殴ってる間は無敵みたいな、すごいクリーチャーですね。こいつは、あ、強い。あ、これは強いな。マイターン、ドロー。負けそうですね。さすがに向こうのアドバンテージが高すぎ、アドバンテージが高すぎて。で、まあ2マナの火力を引きたいけど引けず、残念。まあ、とりあえず殴るか。まあ、とっとかないとドローされちゃいますね。4点。これでね、ゲインだいぶ支えちゃってるんで、相当辛いですね。厳しい。あの飛行が止められない。これはね、ぜひドムリラーデが欲しいですね。ドムリラーデか、まあ、2マナ X 点、土地の分だけダメージ。まあ、チャンドラのフンヌでも、まあ、いいですね。トーク、強い。ライフが全然削れないですね。く、土地、仕方なし。これはもう3-3で出しそうですね、ピーマンを。やっぱり8点はかなりね、いいクロックですからね。
現状のハンドラとかなり辛いな。ドムラーデ、ドムラーデ弾かせてくれ。かなり並べてきましたね。同じ。お、除去引いた。とりあえず殴るか。えい、アタック。44。2、7で、トークンを増やす。はい。これはまあ負けですね。大体。はい。1体残せるけどですね、これね。あ、そうみたい。はい、じゃあ。一応、まあ、飛行を潰すしかないかな。21止めてもしょうがないからな。まず、ドローだけ止めて、あと相手に待ってもらいたいですね。言うて4点クロックあるのが嫌だなって感じで、そう、向こうに怖がってほしいっていう感じですね。まあこれもあるから、とはいえね、これがこれで、トークン使えられるからって感じで、全然投げられそうですけどね。まあ、大体負けですね、でもこれ。私、このからすごい原因してますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12点ぐらい原因してますね、これで。とんでもない。これはまあ、ダブルブロックで、勝ったら負けた。まあ3万、とりあえずもう一回ブリンクはないですね。お、いい踏んで。まあ果敢にも4点でね、殴っていくしかないですね。ここを除去られると、まあ大体終わりですね、これは。ああ。ブリンク&ブリンク。じゃあ、とりあえず。ここは許さない構えで、今ひどかったですね、これね。はい。で、いっぱい いっぱい油圧しましたね。まず、結婚をするかを選んで、まあ、とりあえず結婚、足得なんでしといて、で、トークンが出て、また結婚しますかどうかと。ライフゲイン。ソウルワーデン、魂の管理にとんでもない原因してますからね。4点ぐらい食らってもいいって感じでしょうね、これね、相手からしたら。はい。きつい。これは負けですね。1本目あれですよ。これかなりいいデッキですね、相手のデッキも。すごい綺麗な青白ブリンクで。青白ブリンクはなかなか組めないんですよね。結構、点数が高いカードが多くて、うまく組まれていて、厳しいなと。どうしようかな。ゴーレムトークをね、こうするこれとかね、結構まあ、あったらあったで強そうですね、でもこれ。ただまあ、戦闘やから別にもうこのままでもいいかな。特に、変えて、これがいいってもそんなにあるわけじゃないんで。まあ、別にこのままで、いこうかな。ドメリが出ればね、あるいはアンセムでもいいですね。でもこういったカードが出れば、まあ、相当勝ちそうな雰囲気ではありますね。
お、ドムリ。出るかはわからないけど。まあまあ、ドムリがあるんでキープしましょう。山さえ引ければ。まあ、エミサリーも大きいので相当浮きは広いですね。エミサリー3枚と山の9枚がトップの浮きになっているんで。むむ、まずい。で、引ければ。そうですね、毎回来ないですね。ソウルワーデン。く、来ない。 これは、負けてしまったか。え、まだでももう一旦ぐらいはね、猶予はあるんで。ここで、引ければ。む、これはとんでもないな。攻撃は広いが、少しあるぐらいじゃ、あ、森か。とりあえずカード引きましょうか、しょうがないんで。いっぱいディスカードする感じですね。お、引けた。お、でも引けましたね。これはなんとかなるかもしれない。インジョネーラーもこれでいいかな。これ次は2アクション。結構アクション取れるんで、まあ、2枚引かれてもなんとかなる可能性は一応ありますね。でもライフゲインとかは関係なくいきそうですね。まあ、じっくりと勝負する感じ。これ出てもよかったかもしれないな。割り返しなんとかまだなり寄りだなと。まあ、飛行が来るとね、ちょっと辛いですね。あ、来てしまった飛行。ドムリが、ね、出せないのが。地上を止めるか、とりあえず、ここは。これで、もう地上は、キリガラスが来ても止められるようになったんで、1年間からドムリで格闘して、ここを倒してっていう感じで、できればいいなと。いければ除去もね、1枚欲しいですけどね。どんぶりだと、1枚展開ができなくて、バウンスとか、何でもね、やられちゃうんですよね。いや、頭数はですね、ここ、霧ガラスを見ているんですよね。そこがすごい嫌だったんですよ。霧ガラスあったら負けちゃうんで、そこ避けたかったという感じですね。これね、ブリンク構えだと、お、なんとか、構えではない。これはなんとか耐えれたかな。ドムリラーでのマイナスで、ここと飛行を狙って、で、トークン出して、もうライフはいくらでもどうぞって感じですね。これで、なんとか守りきれればって感じですね。ここで飛行がすごい辛いですね。飛行が来てしまうととんでもなく辛いんで。結構はね、まだまだ厳しいですね。霧ガラス。まだ霧ガラスだったら、トークン着せられるだけで。耐えてますけども。バウンス。ここで、除去。お、とりあえず除去。キーガラスね、ブリンクされそうなんですよね。まあ、加えましょうと。まあ、出していくつか、これは。出して。やめさ、こっち出してもいいな、これ。これ出して殴ってみてもいいかもしれない。ダメか、先制が強いな。でも、お願いするしかないですね、ブリンクを。持ってないでくれーっつって。頼む、ブリンクだけやめてください。あ、持ってますね。まあ、しょうがないな。31点のライフはね、削れないですね。
序盤の4ターン動けなくなるのに辛いっすね。まあじゃあ頑張ってライフを削るしかないので、モグフランキーでガシガシ行きましょう。とりあえず8点削れるんで、これで。ハーモライズ打ってもね、全然足りないですからね。強い。このカード強いですね。ヘルライラーとかも一応あるからね。なんかまあ、なんとかなる可能性ゼロではない。そういうぐらいかな。しかしもう、まあ、手札もあり、マナもあり。霧ガラス。いっぱい入ってる。強い。すごい綺麗な。今、まとまってますね。フランキーバランスで。あ、まあ、ちょっと遅い。先に来てくれていれば。今、避けれないうちに打ちましょうか、これ。マグマジェイ、下下。フランキーにつけて。殴れず5。今の状態としてはありがたいですね。とりあえず飛行で、1回のドローを防げたんで、まあ、次ブリンクされるとしても、このターンはね、ドローされないのはすごい大きいですね。ちょ、いっぱい入ってるこれ。これグレンジュコ買ったらすごい欲しかったな。さか、そこまででグレンジュコ欲しいと思うことがあると。あれですよ、こんな面倒だな、そういえば。待ってね。これはもうブリンクでね、こっちのアタックもかわされちゃうんで。アンセム。あ、ちょっと遅いか。まあでも、まだ、なんとかならなくもないかもしれない 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11点になるのか。ブリンク含めて2台はブロッカーに押さないとダメですね。じゃあ。これで、13点入って、バウンスでヘルライダーで、削れる可能性がなくもないぐらい。まあ、迷う3体で。グリーンプレイ。はい。あとはブロッカー増えるんで、まあ一応まだ投げられるターンはあるんで。何もなければ、なんとかね、ならなくもないかなって感じですね。はい。で、バウンスを、ここ。で、9点。で、出して、相手地上は投げれないんで、一応、まだ一方的に投げれてる状態ではあるんですよね、一応。もうなんか引けるだけでもね、相当辛くなりますからね。ヘルライダーを欲しいですね、とても。まあ、チャンドラの憤怒みたいなカードで、ずらせてもまあ、一応ありかな、ぐらい。1、2、そんな あれはもういくら来ても、みたいなところは、まあ、一応あるかな。で、まあ、これ以上ブリンクを持ってないと信じていたが、あれ、すごい枚数だな。それは金出せますね。とんでもないな。山か。3体殴っても2体ブロックできれば耐えれるか。1、2で。1、2、3、4、ん？1、2、3、4、5。やばい、しょうがないか、これは。なんか持ってるぞっていかないともう、間に合わないか。2体だけで行ってもフルパンで負けちゃうんで、これは3体で行ってって感じですね。はい。
で、迷いというか何も持ってないことを信じてかな。これは負けですね。はい。バウンス持たれていたらもうね、残念。あ、ベインクですね。すごいな、しかし。本当に尖ってる。これなんか名前見たことあるけど違うかな。あ、全然違う人か。ハックフさん。残念。ね。まさに初動がちょっと遅かったですね。まあ、そしてマリガンシャも良かったですね、あれはね。スタートが5ターン目だったんで、そこがかなり辛かった。できればまあ、スタート5ターン目でもまあまあゲームできる機会、まあ、パワーあるんで、そう、そこをもうちょっとね、締めてよかったかな、ぐらいはありますね。2本目でちょっとね、相手のデッキの、飛行プラスドローとかね、細かい生物やられたんで、そこを意識しすぎてドミリがあったから、A 野郎ってキープしたからね、ちょっとまあ、失敗といえば失敗だったかな。まあ、でも山引いてれば勝ってたとかあったんで、動きは広かったからね。難しいですね、さっきのは。キープ。ああ、仕切ってもいいかな。ドブルラー D 以外の時なんもないんで、だったらまあ1ターン目に切って、あ、間違えた。切れなかった。まあそんなに変わらないっすね。とはいえ。まあこっちでいいか。はいはい。はい、まこつでーす。お、いいの引いた。今ね、実は間違えたんですからね。今こっちでしたらよかったんですけど、間違えたところで、うまくね、こういうの引いて、耐えましたね。危なかった。そう。フランキーのは良かったんですよ、今、間違いなく。ここをね、間違えてしまったんですが、ちょっとね、まあ、耐えました。ラッキー。ランキーだけに、ラッキーって。お、ブロックしてきた。ブロックしてくる。なるほど。33、31。やっぱ結構ね、これでいけるとすごい強いですね。ハンド赤マナばっかなんで、まあ、ちょっとね。はい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 。なるほど。自分に触れつけれるのかな？お、強い。ランパからの ランセット、ランセット。はい。お、アンセム。いや、これはありがたい。じゃあ、あとアンセム置いちゃおうか。よいしょ。イエス。これ、まあ、これ良かったですね。これ間違えましたね、今。トランプでつけた方が良かったな。はい、蜘蛛の巣。外れるけど。これエンドに外れちゃうんですよね。ファミリー以上あると。外れちゃいましたね。不思議なことが起こってますね。テキストを把握していなかったみたいですアラカナスの蜘蛛の巣はですね、各エンドステップにこのついているクリーチャーのパワーが4以上あったら、剥がれるっていう、そういう能力なんですね。まあ特によくわかんないから。でもこの手にあれですね、今の相手にね、貼れ欲しいですね。サンマナのモルテンレイン。そう。モルテンレインがね、非常に欲しいですね。まあこれはまあ、効かない可能性も一応あるけど、まあ、効かない可能性もあるんでね。結構ね、ああいう手って印鑑が絶対入ってるんで、これね、積んでもいいんですけどね。見てないんで、まだいいかなって。これでもやっぱりね、入れるもんがない。このままでいいかっていう感じですね。まだ見てないんですけど、ヘルライダーさん。ドマリさんはね、
もう見たんですけどね。お、ドムリさん、また来ましたね、ドムリさん。え、先手？なんかないか。先手か。先手をくださる。先手をくださる。お、よい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 。これはよいぞと。じゃあ、こっちで。でかい方。こんばんは。今回は、モダンマスターズのドラフですね。これは、まあ、プラスでいいか。とりあえず殴って、ここは無理にね、マイナスで落とさなくてもね、別に04とか1体止まるだけなんで。ドムリのプラスして、ゆっくりと、まあ、アドバンテージを稼ぎますよと。ドムリ、はい。マーカ待ち、ドムリ先。まあ、先に、防御とかヘルライダーとか入ってるんで、基本的にはアタック前に使いますね、プラスは。はい、相手が。強い。で、プラスして、森。じゃあ、一応、こっちにつけとこうか。トランプルをつけて、ダブルパンチ。2点。おしまい。フェッチとかだったらすごいいいんですけどね。今みたいな、トップシャッフルできるんで。ゲーでもない。まあ、で、これで、めきめきときついですね。土地か。あれそう、辛いな。そろそろスペルを引かないと。厳しいですね。多いよね。まあ、使えなそうですね。この分だと。殴られちゃいそう。ただまあ、少し引ければ。プラス。ここで、お、引いた。ラッキー。これで一応ブロッカーになるんで、最悪もダブルブロックして奥義使ってもいいですね。奥義使ったら全てのクリーチャーがフィニッシャーに変わるんで。と思ったら、はい、クモの巣。はい。しょうがない。悪いっすね。海面の瞬間で。これ、かなりデッキ掘れてるんで。お、ダイヤモンス。もうプラスでいいな。お、いいですね。でもアドバンテージすごいですからね。そう、並べて、はい。出して。これはドムリがね、ただ安全になってくれると思うんで。もう一枚グレンジ5かと辛いですけど。されて結構ドムリ死んじゃうんであれですけど。まあ、現状は何もないと思うんで。殴ってくる、これ。これもしかしてグレン時刻ってことですかね。グレン時刻ありそう。これ殴ってくる。33は残ってないとちょっと辛い。いや、まあでも、グレン時刻だけだったらいいか。これだけ残っても、まあ再生で残されて。またこれも殴ってくるか、グレンジ5があるんだったら。なんか違う効果だな、多分。わかんないからブロックしよう。再生つける。はい、クモの巣。はい。クモの巣めっちゃありますね。これ多分クモも入ってると思うんですけど。お、マグマジェット。これジェット撃ってからでもいいな。打ってからにしちゃおうか。再生できなくして、下上。で、プラスで、加えて、ブロッカーですね、もうね。33が一応止まってくれたので、多少。
ハーモナイズとかで弾きたいですね。スリードローとランドを追加できますよっていう。お、インサリ。マイナス5でも一回削ってもいいですけどね。まあ、いや、もう一回プラス、これね、難しいですね。まあ、一回プラスしようか。土地、フェッチランドはありがたい。じゃ出して、おしまいですね。まあ、基本的にやっぱこういうデッキって攻め手は薄いので、守っててもね、結構なんとかなることが多いんですよね。ハーモナイズ。すごいカード引きますね。これとこれで。リソースかなり、出てしまっているが。一応置いて、5マナ。何でもできますね。こんだけもうね、5色デッキなんで、何来てもね、まあ、その予想ができないんで、どうしようもないですね。これ来たらどうしようとかあんま考えられないんで。盤面に選ぶのでね、いちいち考えていくしかないですね。インクとか入ってないっぽいですね、こんだけ見えると。根本原理。まあでも根本だったら、1、2、3で向こうの回収これだけして、まあそんなに大したことは起きないですね。まあ、蜘蛛の巣ついてるのが落っこちるだけですからね。で、とりあえずプラスして、土地、フェッチでよかったねと。このターン耐えたらもう奥義いっちゃいましょうか。ケンタロスヒーラー。やっぱり残ってほしいな もう一ターン欲しいけど、まあ無理か。このターン耐えれたとしても、もう奥義いくしかないですね。現実的に。これ以上残せないかな。これね、奥義を使うとですね、全部のクリーチャーが、呪言と、ダブルストライクと、速攻か。あ、また再開しました。すいません。だからやっぱ30分くらいですね、これね、大体。大雑把に30分に1回くらい止まっちゃいますね。これね、ダメージじゃなくてよかったですね。ルーズライフなんで、飲むりは減らないよっていう。いや、呪言なんで、エンチャントは、あれ？呪言って剥がれるのかな？いや、確かに剥がれなかった気しますね。後から呪言つけるんだと、確か、外れないような気がします。プロテクションで剥がれるのは、プロテクションの効果で、エンチャントされないって能力を持ってるからだった気がするんで、後から呪言つけても、確か、あ、単品もつくんですね、これ。サイズに修正を与えないけど、もうね、大体全部つけるよっていう感じですね。警戒はつかない？ダブルストライク、トランプレックス、あ、ヘイスト。これね、昔のスタンダードですね。ラブニカ。このカードって、ラブニカの回帰のカードなので、アンコールのスタンダードがね、結構使えたんですよね。まあ、実際今使っててもすごい強いと思うんですけど、もう本当に強いカードなんで、こういうアンコールが活躍していて、かなりね、奥義もね、使えれましたね。でも、使えればね、たまに勝てる。あ、危ない危ない。アップキープにフェッチ切って、紋章。ダブルストライクつけましたよと。で、いっぱいブロックされると、まあ、33。これでもあれだな。まだ全然勝てないですね。とりあえずでもこれで54だけ倒しておこうかな。いや、いいか。今後、でかいの来たらそこ倒せばいいか。で、守ってれば、とりあえず、待っていいかな。もうちょい待つか。これ殴ってもあんま来ないですね。あれですね。ジャイグロかなんか引きたいですね。なんかあれ引いた時に殴りに行きましょう。まず現状で突破でき、まあ、盤面できないと思うんで。アンセムでもいいっすね。1、3、4、5。2級タップしましたね、まあ。アラクナス。やっぱ入ってますね。私もうあれは効かないぞと。お、来た。じゃあ、でっかいの一回潰そうかな。ここ潰してから、ゴーア族で軽くパンチ。
で、7、まあ、スルーされても、まあ、8点で留めておこうか。で、まあ、これでブロックぐらいでいいか。で、死にはしないから、まあ、あの雲を倒しましょうね。中途兆候、まあ、いや、置くか。置いて打とう。一応ね、1、2、3、4、5、6、7、9点。まあ、サクッて1点ルーズですかね。おおむね。違う、まさかブリンク？カウンター。なるほど。まあ、戻したのって何でしょう。ケンタロスヒーラーじゃない？戻ったクリーチャーがわからない。これ書いてあるかな？わかんない。何が戻ったんだろう、今。まあ、じゃあ、いいか、殴るか。あ、2マライ、あ、2マライチしか、もう殴っていいでしょう。8点。これで次のターン一応勝てますね。これが通ればですけど。トグロ巻き出して、アラカラスのクモの巣。クモの巣いっぱいありますね。クモの巣3枚入ってるんですね、とりあえずね。1、2、3。ズア。なるほど。お、アンセム。良い。これで、これだともうこれも行っていいかな。2体行って、返して、まあさすがに知らないでしょう。てかまあ相手武力者死ぬしなと抑えて。あ、フルで勝ちそう？いや、フルはちょっとでもどうかな。これで行って、まあなんかフルでも勝ちそうっすね、なんかね。どうせこれあるし。もういっか。考えないのめんどくさいっすね。フルで行きましょう。ご飯ないんで。フォがあったらやばいな。1、6。まあ、フォがあったのは多分負けですね、これね。まあ、フォルトがないか。5技、5ブロック。まあ、少しでも得になるにはね。ここはチャンプでしょう。ここまあサイドボードにあったらね、全然入りそうですけどね。も入ってもいいとかそういう感じですかね。まあ、特に普通に耐えられそうですね。まあ、ここにつけて8で、8点抜けぐらいかな。ここは2点抜けかっていうか。2点抜け、1点抜け。結構抜けるな。すごいな。ドミニラーデの紋章。順番が、で、一応こうしますよと。で、5は特に打っちゃいましょうね。ここに打って、とりあえず一方して、相手の、あれが、死んでるかもしかして。はあ、なんか死んでそうですね。1点貫通、2点貫通、1点貫通で、11点貫通。ドミンラーデ、すごいですね、このカード。まあ、3マナとはいえね、プラス、4回プラスした上での紋章ですからね。それすごい。すごい。この紋章すごい。全体やっぱね、ダブルストライクの上にトランプルがついて、さらにね、呪文ですからね、もうバッテリー打ったら絶対通るっていうのが、なかなかね、すごいですね。安心感。あれ、神話レアだけありますね、このカード。まあ、出るだけで相当有利になりますね。しかもこのドミニクね、マイナスで格闘できるんですよね。盤面もちゃんと触れるっていうところが本当に強くて、5分の盤面だとプラスして一方的にリソースを増やしていくし、
ね、不利な場面でも角取りとりあえずね、耐えれるっていうところが。本当にね、何もない状況では何もしないんですけど、サムナープリンゾーカーとしてはね、相当十分な仕事できますからね。総数を増やすのと盤面をこじ開ける能力はね、そういうかマッチしてますよね。特にこのカラーではね。安心もね、まあ、やっぱサイズを上げるっていう能力はね、とても強いですからね。基本的にリンテッドはサイズの勝負なんで、アンセムとかジャイグロっていうのは、基本的にはね、すごく強いカードですね。もう昔も変わんない、いいね、やはりいいカードですね。なんか結構ね、こういうのがすごい珍しいんですよね。アンセムって僕の中だと白いカードっていうイメージがあるので、見るとアンセムがね、非常に珍しくて、しかもアンコモンですからね。レアじゃないのかみたいな、そういうところですね。これ、ガイアの昇華。これ確かですね、栄光の昇華ですよね。白のカード。多分これ白のカードのタイムシフトとかそういう感じですよね。タイムスパイラルとかそういう感じなのかなっていう。あ、そうか、カオスシフトか、そう、カオスシフトですね。そう。これはね、これすごいですよね。さっき相手が出してきたやつなんですけど、こいつもともとは、基本セット12かな ?M12 のレアなんですね。しかもリミテッドにおいては、かなりトップレアみたいな。トップレアってボムレアですね。相当なボムレア、レアだったんですけど、それがね、まさかアンコモンになってしまうと。普通ですね。まあ、別にいいかぐらいの。いや、まあ、妙にランド欲しいので、山から置いていいかな。ここで、炎樹族引けると、すごく、何 何原因、お、引きましたね。エミッサリーからの、なるほど、ゴブリンガイド。お、森引いたからもう、じゃあ、フェチ切っていいか。これは殴るかはね、若干怪しいですね。待っててもいいですね、これだと。相手のカードはしょうがないんであれですけど、待ってこれっていうプランの方が、なんか、よさそうな気がしますね、これは。殴ってもね、そんなに美味しくないですからね。5点入れて返しに4点殴られるんで。だったら、まあ、これ守ってた方が、お、しかも動いてこない。じゃあ、ドローしましょう。大したも入ってないから、そうか。何も引かないですね。エンドにまさか修復の天使これもしかして。違った。ジグってきた。でここもジグってパンチとかですかね。飛行。で、モグフランキー。お、ゴーア族。これは殴って5族で通してもいいかな。微妙だな。ここは結構微妙で、飛行ぐらいまあ別にいいかって感じはありますね。まあ2個。2個出して、これも出して、おしまいしちゃおう。で、次のターンに、まあ、殴ろうかなとか、そういう感じですね。本体5点もしかして。まずい。これはね、まずいっすね。22飛行が普通にまずい。このカードね、強いんですよね。僕もね、かなり大好き。おっと。ありがたいが、ここはとりあえず、これを打ちたいので、まあ、適当に殴ろうかなと。やろうかな。ここは、もう一ターン我慢の時。これ殴って何かあったら、これ減らしたくないもんな、この内藤君も。いや、でもいいか。これ殴って、むしろ殴っていって、こうこれ殴って、
さあ、ブロックさん、多分これでブロックすると思うんで、これでブロック、いや、だったらいいか、別に。絶対これ打つから、殴んなくてもいいな、このターン。殴んないでいいや、はい。エンド。で、相手のアップキープに打ちましょう、これ。いや、今ですか。白のジャイグルはないか、でも。ブリンクだけかな、しか白は。破壊不能があるのか。じゃあ、打っちゃうか、今。とりあえず、あれを倒して、で、また地上でゆっくりとね。はい。ラッパーモードのみですね。これならかなりいい勝負ができそうですね。エミッサリーはグッドですね。エミッサリー出して、栄光の召喚で、はい、と。でも、ムキムキのね、海外アタックですね。まあ、みんなで残すか。こんなところで。ゴア族が嫌で出してますね。はい。これ、ツータンね、ツータンにこれ出して、フルパンで勝てそうですね。それで、何？結集者。今でも生きてる？ブロック。あ、無理、死んでる？ 行き過ぎたか、これ。行き過ぎたってことか、これ、つまり。はい。何？結集者だと？負けました。虎視眈々と待ってましたね。殴りに行く瞬間を。結集者か。まあ、もう特に、まあこれとかね、地上となる。あ、徴集兵か。そう、徴集兵ですね。訓練された？違う？士気あふれる徴集兵。クモさん クモさん、まあまあでも悪くないかな。とはいえ軽い時期もあるしね、そこまででもないですね、別に。まあ先手はとりあえずこのままで良さそうですね。先手は、まあ、丁寧に押していこうみたいな。まあ、普通に押していけば、なんとかなりそうで、まあ、後手で、まあ、こういう雲とか、まあ、雲押してもいいかな。お、いいですね。悪くない動きができそう。森を置いておしまい。徴集兵で、はい、ターク、トークン、ゴー、これはぜひとも安静もしたいですね。アタック。4点。まあ、3出してもいいかな、これ。出すか、3に。はい、3に5。パス。土地いっぱいあることを分かってるな。まあ、アップキープにジェット打ってもいいですね。4マナ構え。あ、引いちゃった。とりあえず殴りたい。何があるんだ。修復点とか。やっぱそうでしたね。はい。3点入れて。よいしょ。はいはい。スクライツで、まあ、除去ルカーで。はいはい。細かい生物で殴っていこうねと。打ちまーす。はいはい。まあ、フルパンで。えい。22と相打ちで、残4。
これなんかね、なんか弾ければですね、もう全部ブロッカーが出てくるので、これが多分、ここで、あ、勝った。ラッキー。お いいトップでしたね。これはまあまあ普通に勝てそうでしたね。で、後手がも、もては問題後手ですね。修復ってなるとね、これもすごい入れづらいんですよね。ただ、先手3ターン目の飛行に対して、こちらはあまりにも何もできないんで、そこがすごい気になるところで、ではまあ攻めにしか使えないね、こうピーマとかは、これはね、やっぱ大事なんで、ハーモナイズもね、長引くときに欲しいんで、これ1枚を雲でするのはあるかもしれないですね。まあ、こうちょっと受けを意識したサイドボードで。地上はまあ基本的には困らないけど、あ、でもこれ1枚入れて土地減らしてもいいな。いや、土地もあるけど4マナ。まあこれ4マナカウントしてないんで。クモの巣ね、そう、修復点だけがね、問題なんですけど。でも修復点1枚以外多分ないとは思うんですよね。ただあれだな、これってやっぱ長引かせることを目的としてるんで、長引かせたら、まあそのうち引かれるっていうのはね、あるんですよね。で、これはね、多分ね、そうそう言わしてないですね。地上はこっちの方が強いんで、相手も多分あんま投げれないんですよ、後半は。なるとこれが1点投げ続けるだけになるんで、このカードはトラン的にはあんまり合わないですね。なんでまあこのぐらいですかね。あとはまあ印鑑入れて、早めに4マナ出すとかはあるんですけど、4マナもね、攻めであんま強くないんで、まあこのぐらいですかね。まあ土地も特に減らさずに行こうかなと。これで、2ターン目のアクションが、除去しかないけど、まあいいでしょう。そんなね、高望みしてもしょうがないんで、普通に。タッパー。タッパー除去なしダメかな。いっぱいいるな。基本的にはタッパーの方が、あ、これつけるか。1点辛いなって普通に考えて、これ。マナかかるけど。攻防を参加できないの方が辛いですからね。で、11出して、土地が溢れている。普通にブロックあるな。いや、辛い。ドムリラーデ。これは、三々にしようかな。三々、ちょっとお茶濁しちゃおう。なんか、いや、でも、パスだと、ちょっと、こっちにしちゃおう。どうせ、ゴワー族だし、殴んないし。殴ってきた。あ、びっくりした。土地に溢れてるな。出しておしまい。なんかつけてきた。この飛行は、まあ、ドミンラーデで処理をして、土地か。クモさんとか欲しいですね、本当に。マイナスで、まあ、ちょっといいか。赤は問題ですね。なんか毎回つけてますね。ああ、そうそうか。アタック前に使い得ですもんね、基本的に。調子費は嫌だな。調子費は嫌だしいな。デムリが生きて帰ってくれれば。お、帰ってきた。お、しかも雲。素晴らしい。土地はまあしょうがないですね。これは耐えの姿勢でいきましょうか。で、修復点来なければ。来なければ、よし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 。もう一回プラスして。頼む。クリーチャー。なんでもいいです。土地か。コンバット。殴りたいが殴れない。三々はね、殴りづらいですよね。多分ないんですけど。ドミニもいるんで。
ゆっくりしとこうって感じはありますね。ラッパ。まあ、絶対もう持ってないから、これは、殺しとくか。少しやっぱね、殴りづらいですね。こことここで、一回もやらしましょう。プラス、頼む、そろそろスペルを。そろそろ、もうちょっとか。はい。殴れませんよと。もうこう立ってるだけで、ね、長州兵来ても向こうは得できないんで。でも相手に結構ね、土地しかないっぽいんで。なんかまあ、こうやったらどうやるのこっちで有利かなって感じしますね。ハーモライズ、素晴らしい。アタックしたいです。もうね、X カルクなし、X カルクがなかった気しますね。あったら相当まずいですけど。いや、ハーモライズ、どうせ相手もね、今強くないんで、こういうカードはね、引けるだけラッキーですね。で、3だろう。お。で、プラスしちゃおう、もうこれは。じゃあ、コンバット入ります。いや、もうね、殴りますね。2体で行って2体出す。構えれるか。行きましょう、2体で。で、修復点来たら、除去あると。7点。ではない？はい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 。一番下に。それが入ったんですね。じゃあ、これ出して、マナが生まれて、2マナを解くと。奇跡これ、ドムリがやられますかね。これね、本体に入れていくと本当怖いんですよね。もう1枚あったら負けるんで、来ましたね、本体。あ、これ、持ってる、そもそも。あ、負け。しょうがないですね。はい、1、2。もうちょいだけスペル欲しかったですね、これ。悲しい。悲しいな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14枚か。我慢してましたね、テドミルライダー相手に。突然14枚か、結構引いたな。そうですね。一番もうちょいね、スペル引ければ、殴れたんですけどね。上で引くんですけど、死にしちゃいましたね。まあ、しょうがない。悲しいから、もう一回やりましょう。悲しい。いや、1、2はね、悲しいですね。結構でもね、あの角で入れてそうですよね。1本目も取れましたし、2本目から取れたの。あの僕も結構すでによくね、ピックしてるんですよね。まあ、あれが3枚入ってる時とか、それ組みましたね。見えるかな？フリーフォームで、野田回せで組んだデッキがこの辺にいっぱいあるんですけど。日付的には、今年の2017年。あれ ?2017 年だね。あった。2017年ね。あ、これあれか。全然なんか、残ってないな、ってやつが。2個しか残ってない。え、これ違うやつだし。これは、モダマスドラフトの、あれは残ってないですね。これ、なんだろう。デッキが残ってない。見ないのか。悲しいな。3月13日ですもんね。結構ね、いろいろ組んだんですよ。そこであったのがね、そう。6マナ5点火力をね、4枚突っ込んだ時がね、一応あったんですよね。4枚取ったんですけど、4枚はすぐきついってなって3枚したんですけど、あのカードもね、相当強いんで、
まあね、1マナ5点火力ですからね、マックすれば。あれでまあ序盤引いてもね、本体5点手に入れとくんで、大体強いですね、あのカード。たまには、食い地でも打ちますけど、まあ大体本当に5点入れるカードなんで。5点はね、でかいですからね。4分の1で入れますね、ライフをね。あれはかなりいいカードです。あれがね、しかもコモンですからね。あのカードはもともとアンコモンでしたね。もともとはアンコモンのカードがコモンになっている。これですね。こいつはね、アンコモンのままですね。まあ、戦強いか。結構まあ、レアなまま、レアはレアなままってしますけどね。お、始まった。え、ニューミゼット。こいつもしかして。こいつもしかして。こいつなんか狭いな、画面が。こうか。このカード このカード、レア。このカード神話じゃないんですね。すごいな。取ろう、とりあえず。でも、避けなきゃいますよね、クモ。このクモ、強いぞ。ニルミゼット。これも青赤のなんかね、コントロールポイント組みたいですよね。お、え、これもしかしてこういうことですか、これ。これは、でもこっちはあれですよね。ダメージを与えたら、ドロー。好奇心の人なかったよな。好奇心は、多分、ない。ないはず。ない、ない。好奇心はなし。なし。残念。いや、好奇心があればね、無限コンボなんですけどね。取りました。オポチュニティ。このカードはね、懐かしいですね。かつてですね、グランプリ。静岡かな？名古屋かな？かで、安岡さんとね、一回当たったことがあるんですよ。スタンダードで。そこでね、このカード当たったんですよね。あ 3手目って。これ取るけど、これね、すごいんですよ。このカード。なんだって、元レアですからね。これめっちゃ欲しいなっていうか、取りたいなもうこれ。なんならチムルで組んでもいいな。このカードもね、すごい強いんですよね。なんかこう、普通に強いですね、このカードは。でも、アラクナス。くぅ、アラクナス欲しい。でもまあ、取るか。さすがに、大人になりましょうか。ウィングスプライサー。強いカードは強いため。ぐぅ。このカード欲しい。取りたい。いや、まあ、君もいいカードだからね。お、印鑑。青赤印鑑はいいですね。最高ですね。青赤、あ、こっちだ、間違えた。違う方見てましたね。これは違うやつだ。青赤印鑑。色もね、マッチして、この青は赤赤を入るってのはね、すごい大事ですからね。これは必要。印鑑で、壁？ まあ、とりあえずはランド取りましょうか。特に欲しいものがないので、ミルランド。青ミルランドピックしていこうかなと。そういう感じですね。ここはまあそんなもんです。特に。2733もね、使えないんで。もしかしたらね、使えるようなデッキになるかもしれないですけどね。なんか、普通に殴って、これがいるみたいな。なるかもしれないけど、とりあえず、お、グレン地獄。このカードは強いですね。さっき歌いましたからね。このカードはだいぶ強い。グレン地獄が欲しいと。これも結構いいですけどね。これとか軽くなるのはかなり大きいんで。まあ、とりあえずはグレン地獄をピックしてと。まあそうですね。特に青緑のカードはすごいね。雪のカードが多いんで。そういうのはね、行きたいですよね。2マナ11で、こう、まあカード引くやつですね。あれとかはかなりいいカードなんで。難しい。青マカランド。まあわかんだな。とりあえずは。ランドばっかあってもしょうがないっていうのはあるんですよね。実際問題。でもね、ランドバッグあっても、ってのはあるんですけど、特に何もないからな。緑白いいな。お、いいですね。これね、焦点。1、2、3、4、5、6、7、8。焦点はですね、滝村さんの、まあそのアイデアなんですけども、これがね、強い使い方がね、あるんですよ、実は。
あるんですけど、まあ、今回に限ってはちょっと焦点は行きづらいんで、こっちかな。まあ、できればこういった方向のコントロールプランでしたいですよね。最下のフィニッシャーがね、すでにもいるんでね。ここはまあ、ちょっと、しょうがないなと。ここは、こういうのもね、悪くないですね。こいつがそんなに噛み合いできないので、だったらまあ、これでもいいとか、あとはまあ別に、いやでも他は特に星がないですね。まあ、じゃあとりあえず、使う。でも、この人目を取ることあんまないんですよね、このカード。全然、もっと遅く取りたいけど、まあ、予定取っとこう。欲しいもんないし。まあ、錬金術でいいっすね。まあ、ランドットいいか。でも、アクロなんか取っとこう、とりあえず。そうですね。まあ、錬金術、今後取れる。でも、まあ、ランドットこう、これは、とりあえず、青メインで打てるんで。どうせ取れるし、あとでランド。あ、錬金術の方が取れてしまった。あ、11、いいですね。壁。いい壁。ゴブリンが帰ってこなかったな。悲しいな。これなんですよね、あのカード。焦点はね、これで使うんですよ。とりあえず。いや、なるほど。いいか、はい。これで、これを戻すと、なんと、ストームが、何や。焦点がね、溜まるんですよ。これで、これ、1、カウンター1個。で、もう1回打ってカウンター2個。で、あとはもうね、例えば赤人の火力とか、それでガンガン撃って、徴集兵か。まあ、普通に取っときましょうか。まあ、普通ですね。このグリフィスになるんだったら、これがね、すごい欲しいですね。青クラウン取ればよかったな。まあ、いいや。いや、でも、これワンチャンありますね。てか、タッチ2もできるし、タワーバンド取っとくのありだな。徴集兵もね、やっぱ根拠も強くないんで、ここはもう、これ、いっちゃいましょうか。ジャンドランドで、タッチ無理も視野に、4色を視野にね、そういうのもあるんじゃないかなと。お、壁 !21、よい。壁でもこの壁はかなりありがたいですね。青青がすごいきついけど、もともと青い、青が濃い力になると思うんで、この壁で、守っていくっていうのは、このドローンもまあ欲しいけど、まあ一応ドロー自体はまああるんで、まあこっちで。焦点もう一枚来た。まあいや、もうグリークスではね、そういうのできないんで。これはね、一周するかわかんないけど、しないこともある、まあ結構あるんで、まあ、欲しいものはね、早めに取る。この中の過去。これなんかできないですかね。これなんか、何かできない？ブレン地獄もう一回打つだけ、とりあえず6マナで。マナ加速ないですからね。マナ加速があれば。マナ加速があればな。過去強い、強い発言。じゃあ、取っとこう。ティーチングしてもしょうがないしな。が、タッチ緑ができるのであれば、赤緑の火力。まあ、これかなりいい授業なんで。まあ、取っとこう。お、クモさん、そっちから流れてくるの？ちょっと、おいおい、クモさん。これ、緑行きたいな、タッチ。このクモさんはね、いやー、取っちゃおう。もう来るんだったら取っちゃいましょう、もうね。流れてくるんだったら、もう、取りますよ、僕も。それはね、タッチ黒ですよ、こうやったら。あ、タッチ緑ですよ、もう、しょうがない。で、まあ、これで黒出るぐらいでいいですね、そしたらね。錬金術は1枚ぐらいにしといて、まあ、これで見れば一応出ますからね。こういう路線で。で、アラカナスの蜘蛛の巣、あれが取れればね、いいなという感じで。キッカー、これね、赤だったらショック打てるんでね、かなり強いですね。4マナ22みたいなもんなんで。まあ、取っときましょうか。まあ、ティムルからなりそうですね。まあまあ、先生。いや、これは一応これでトークンデッキとかに対してとか。
高温でもね、あんまり強くないんで、あんま関係ないですけどね。やっぱね、腐ってもクリーチャーっていう言葉があるんですよね。土地はね、この土地は結構、まあ、でもいいけどな、微妙ですね。錬金術はもういいな、欲しいものがないですね。まあ、これとかか。一応、結構強い肉。今回は先行き不安ですね。やっぱね、青はね、そういう混んじゃうんですよね、どうしてもやっぱり。青ってからすごい人気からなんで、なかなかね、青って、こう、デッキになりづらいところがありますね。うまく空いてれば、すごいいいデッキ組めるんですけど、結構ね、そう、あんま取れてないんですよね。もうかなり厳しい。よくわかんなくなってきましたね。ホクロランド、あ、これいいスペル。いいスペルだな。とっとこういいスペル。これはやばい。やばいぞ、これは。死んじゃう。なんかもうちょっと軽い印鑑とか、こういうカード欲しいけど、流れてこなそうだな。まずね、2マラ2のゴブリンが死したかったらやばいですからね。青赤ガンガブリしてるんで、絶対どっかの。2マラ2のゴブリンとかね、相当遅くまで来るカードなんで、あれがね、一周してくるのはね、相当やばいサインなんですよね。とりあえず青赤が絶対いるんで。しかもあれはね、結構取るってことは、青赤の2色はね、確定していて、しかもスペルいっぱい使うっていう方向に決めてるってことなんで、こういうカードとか、そういったカードはね、絶対もう、流れてこないんですよね。それとか1、3とかですね。で、青赤ってあんまりね、カードとしては強い色じゃないんで、このモナマスですね、青黒とか、青白はかなり優秀なんですね。バントカラーとか、グリクシスカラーとかは優秀なんですけど、あえて青赤っていうね、対抗音色のね、カラーを選ぶ人はね、あんまりいないので、そこはね、すごい不安なところですね。焦点帰ってきてない？もしかして。焦点が一周しないということは、誰かやってますね、これ、焦点。間違いなく、これは ね。焦点やってますね、誰か。恐ろしいことに。焦点2枚ありましたからね。これちょっと やってるな。青赤焦点、きっと。ティムールカード焦点ですね。誰だ？誰か？もしかして、時村さんいる？もしかして、ここに。小僧くんいる？もしかして。相当マニアですかね？あれ使う人。いないか。赤昇天が帰ってこないのはね、やばいですね 赤昇天帰ってこないか。まあ、ファンタズムイメージでみましょうか。やばいやばいやばい。欲しいカードがない。やばい。雲の支度も取らないとまずい。やばい、これは本当にやばい。デッキに入るカードがないぞ。オクストを入れちゃうからしょうがない。オクストを取ろう。えい。印鑑。青緑よりももうこれ。いや、まあ、青緑印鑑でいいか。印鑑取ろう。印鑑がないと力にならないかな。少しでも早くね、重いクリーチャー出すっていう、そういうあれになりそうですね。お！これはタエの1枚。これはもう明確のデッキになりましたね。これ探検欲しいな。探検来てほしい。そういうあれになりそうですね、このデッキは。耐えて重いカードを連発するっていう感じになりそうなんで。探検はなし。なしか。まあ、とりあえず赤緑ランド取りましょうか。マナクリはね、いや多分、色物は相当出ないんで、マナクリはね、取りづらいですね。そう、すぐないのが、ね、やばいんですよね。
巣が本当に欲しくてしょうがないんですけど、巣が来ないんで、これ、さすがに白はね、出したくない、使いたくないから。でも白いからしかないな。これなんかしない？ 4 枚見て、微妙だな。これでも我慢するか。本当にやばいけど、しょうがない。白タッチできないしな。あ、1、あ、しまらない。あ、これ入れたいけど、04。いや、白はね、出ないですね。で、このマナベース出すのはほぼ不可能なんで、もうこれは表面だけで生きていこうと思います。おお、来た。これは、頂上。2マナ1じゃ頂上ですね。いや、まあ、一応これで一応出ますからね。これみんな取るか、これ。しょうがないな。いや、これ、いや、無理だな。入れない。これだな。しょうがない。耐えるか。キャントリップ。めちゃくちゃ、あ、青赤ランド。ありがたい。タッピン祭りだな、でもこれ。これは、03思想、このデッキ。これ、こういうカード必要だな。クモの巣は出なかったですね。ランの、もう、印鑑2枚のランの18ですね、これは。で、相手が遅いデッキであることを祈る。もう、それだけ。まあ、6757ですよ、57。657のね。到達ってのは、まあまあ。まあ。あとはね、まあ、2分見せたり勝つ。それだけですね。ハンデス欲しいな、これ。でも、ハンデスだったら、守れるんだけど。ゴールデンレインか。ミラーマッチでこれで相手を事故らせる。あれ、きついな。連携術はいらないしな。ほとんどとりあえず。ないし。これはありがたい。いや、これはね、負けましたね。投了です。いや、俺、クソよりはせこっちかな。いや、クソの方がいいな。一応、ワンチャンス、フラッシュバックはある。しかし、このままで黒いが入ってんのやばいな。とんでもないデッキ来ちゃいましたね。まあ、次ピック、これはしそうですね。あ、ここまでのね、クソデッキは僕もね、組んだことないですね。ここまでひどいデッキはそうそう組めないですよ。じゃあ、これで。まあ、ちょっと軽く行きましょうか。チャットはこれ消せるんですか？あ、消せた。知らなかった。まあ、とりあえずね、2敗するまでは回しますんで、とりあえずね。いや、でもこれ、こういうこと、受験もね、実はこれ多くないんですよね。全然受験ないんで。黒、もうちょっと頑張って使うか。これ入れて、2万1枚増やして何とかならないかな。きついな、さすがに。この環境で今のところね、かなり勝ち越してますね。一応7割弱は勝ってたような気がします。けど、こういうデッキはね、まあ、まともに勝ったかもしれないですね。殴るデッキで毎回勝ってるんですよね。こういうデッキは結構パワーカードがないと勝てないんで、そういうのを引いた場合だけ行く感じですね。まあ、レアとか。あと流れがいい時ですね。今回は結構無理やり行ったんで、まあ、やばいですね。青々のちっちゃクリーチャーがね、あまりいないんですね。戻すクリーチャーが。これは場に残ってれば、4枚ぐらいしかないんで、あんまり言えないですね。これはちょっとやっぱりきついですね。このままでいきましょうか。まあ、このままでいいか。引き利益で時間稼ぎは、いや、まあ、あります。まあ、これもあるしな、ってところで。でも何だっけ今。あ、でも何見た？もう何だったな。前で1、2、3、4。エグマナが5、6、ですかね、これで。緑が6、プラス2個。青が1、2、3、4、5、6、7。あ、意外に青減りすぎてる。じゃあ青、しかも戻そう。これでいいか。あれ？
プレイ。はい。はい、わかりやすい。モダマスですね。まあ、モダンマスターズをドラフトしていて、早速もうね、死にそうですね。一個前はかなりね、綺麗な出来ができたんですけれども、こちらはちょっと残念ながら、1位にしてしまいました。前回ちょっとね、まあ、怪しい、まあ、ところがあったのと、ちょっとまあ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 、ね、土地神になってしまいましたね。まあ、地主として死んじゃいました。まさかね、ランド14枚引くのかなっていう、そういうあれですね。もうこれね、よが言うならね、ツイッターとかしてるぐらいですからね。いや、これね、しかもね、順当にね、マナーが伸びても、その、ね、順当に、そのね、色が事故なくても、まあまあ弱いっていうところがね、やばいポイントですね。だから相性のいい相手に当たって、かつ相手の動きが鈍く、そしてこっちが回るっていうような感じになってやっと勝つんで、結構ね、絶望的な感じしますね。先手取る。いや、後手の方、いや、先手取ろう。これでも、土地1枚引けば、印鑑からキャントリップがあって、ちょっとチャンスがあるかもしれない。古典すればよかった。やろう。みんなやろうって、じゃあやるか。やんないな。これはね、ちょっと僕でもね、いや、これは割が必要だな。でも、一旦開いてもいける、これは。いや、これはいけるな。やっぱり、冷静に考えた結果、やっぱいきますね、これは。いきます。冷静に考えた結果、この反動はいきます。まずね、このカードがいいですね。で、ゴロも見えてるんで、まあ、なんとかなるでしょうと。さっきはね、失敗引いたんで、まあ、その流れからすれば、今度も引けるんじゃないかなと。まあ、実際ね、さっきの引きできればね、もう 12ターン目ぐらいまであんなずっと起きるんで。そんなのフラットするぐらいですからね。余裕ですよ。あ、相手もからね、悩んでいるのか、ないのか。本当はね、これで生きるとあれなんですよね。まずこれがもうちょっと欲しかったのとか、まあ、こういうのはね、高いからもうほぼ取れないんですけど、これ結構もう本当にね、数手で、もう3、4手目で結構ね、消えることもあるぐらいなカードなんで、まあ、なくてもいいんですけど、これですね。こういったカードはね、本当に欲しいんですよね。ただまあ、こいつのやっぱね、人気なんですよね。結構その、青系の重いデッキ、まあ青ってですね、すごいいろんなデッキ使えてて、青系のコントロールでも、もう当然メインカラーになりますし、バント系のブリンクデッキでもすごい強いんですよね。なんで、青のカードって、相当ね、競争率が高くて、欲しいカードはね、あんま取れないんですよね。っていうのもあり、青がなかなかね、やっぱね、うかつに行くと、こうなるっていう感じですね。これがね、ムダマスの特徴なんですよ。青にうかつに行くと死ぬっていうところで。逆にね、特に相手のがね、緑ですね。緑は結構ね、すごいその、避けられやすくて、まあ、こういったカードもね、さっき流れてましたけど、これはまあ、ちょっとあれですけどね。まあ、こういったカードですね。こういった殴るカードがすごい安い傾向にあるんですね。まあ、これとかもそうですね。これはまあ、あんま強くないけど、まあそうとか。まあ、その結果だからね、さっきの雲もいっぱい流れてましたね。ただからさっきもいっぱい、あ、流れてた、これとか。これとか、これとか。これはあんま強くないけど、ネュートラル系がね、特に安い傾向にあって、まあ、赤身のカードもね、だいぶ安いですね。なんで結構ね、そう、こういったところから、殴るデッキはね、まあ、適当に言っても、まあ、強くなりやすいですね。そうですね、下働きいっぱいは相当強いですね。今のね、このデッキもそうですけど、あ、デッキ見れないな、これ。結構ね、受けるデッキってタフネスさんはね、処理がしづらいんですよね。これ青黒のアゴニーワープですね。ああいったカードがいっぱいあると、まあ、全然違うんですけど、あれも相当高いカードなんで、マナ3-3のクリーチャーを殺すのが4マナの熟とかになっちゃうんですよね。で、この環境ですね、クリーチャーが大体ちっちゃいんですよ。なんで、5マナまで行ってもね、3-3止まんないんですね、この環境は。青コアで見ると、青のでかいクリーチャーが、こうね、いないんですよね。まあ、
壁で止めるぐらい。で、黒でも6枚はいないんですね。こいつですね。これぐらいでしか止められないんですよ。というところで、この環境は2マナ3、3、とりあえず出しておけば、大体勝てますね。あ、そうですね。これはすごい、だから強いですね、こいつは。こいつは場合によってね、もまあ、基本モアがあって強く使うんですけど、もうこれはかなり強いカードですね。ただ、こいつなんかね、あんま出されたことがないんで、なんかあんまり評価されたようなかなーっていう感じしますね。これね、使われると結構辛いんですけど、あんまり入ってる印象がないんで、まあ、これはね、強いカードなんで、ぜひね、取れたら、取るといいと思いますね。土地を引いてくれ。あ、鳴り鳴らしたんですね。はい。土地。素晴らしい。耐えたー。あのね、シュマイルはね、やっぱ沼とか山の方が良かったですね。今、占い師。お、これも占い師ね。お、ガッチ師。なんなら止まる。いやまあまあ、でもこれでいいか。よいしょよいしょ。この後に占い師出して。いない。F6 を押していってほしいですね。そして、誘発で。まあ、スペル結構ね、入ってるんで、まあまあ、変わりそうですけど。お、く！この土地が。しかもこれバルテルだと結構あれですよね。まあ出しておしまいと。このカードバルテルだとね、さすがにまあ 相手に警戒してきますからね。そんなので、これは、この動きに対してここのね、壁たちがもうがっちりですね。2、1ぐらいでは突破できないぞと。くっそー。おしまいです。今ね、授業、あ、キーガラスがだったら、メルコンでカウンター。飛行か。飛行は ちょっと、喜びはしないけど、カウンターせざるを得ないですね、このカード。あ、結婚できないのかっていうか、あれか。これあれですね、確か。このカードって、結婚できないんですよね、確か。結婚してるともうできなかった。重婚はできない。そう。重婚はできない。それだ。じゃあ、いいでしょう。許します。お、土地がない相手。土地がないんだったら、ここタップしようかな。あ、一応固定しとこう。先制点をタップして、引いたらいいか。じゃあ出すか。ここで土地を落とせると、B。残念。あ、でも強い。いい飛行が手に入りましたね、これね。今まで一応ね、これ打ってもよかったですけどね。ここにトップに戻して、一旦稼ぐっていう。で、土地がなかったんで、こういったのなんかすごい大きいんでね。それもまあまあありでした。で、まあまあ、どっちでもいいって感じですね、このターンは。もうちょいランド引きたいな。赤マナね、一個もないですね。さあ、そう、このカードはですね、なぜ入ってるかというと、この2級価値資産が薄すぎるんですね。2分ミセットがこれしかなくて、まあこれはね、想像してないですけど、どっちかが死ぬと、ほぼ勝てなくなるんで、まあ、勝ち資産を残すという意味で、まあちょっと、ないときついなと、判断しまして、入れました。絶対このデッキね、後半まで長引いて、しかも序盤ですね、クリーチャーすごい弱いんですよね。耐性のためにクリーチャーしかいないんで、絶対ね、あれなんですよ。残すんですよね。修復。何？これまさか。重婚回避。これは、重婚回避して飛行を殴ってくる動き。やりよる。
離婚からの即結婚、まずいな、これ。これ構えてなかったのが、大打撃。くー、まずい。ウィングスプライス出すけどもですね、これね。ランド。く、まあいいでしょう。ランドやるね、感じましたね。次だとアンタッピンランド引ければ、もう66飛行で、ガッチシですね。これが出れば、すごい楽になりますね。ファンタズムイメージ。なにー。これは？ここになって、結婚ですかね。修復。あ、なるほど。ここをブリンクして、今度は修復と結婚。やるなぁ。やりよるなぁ、これは。もうこれは、むしろこれちょっとトップからでね。ここと結婚されるのが辛いですからね。そうそうそう。66飛行、結婚されたら、あれだよ。あれだもう負けますからね。ああ、プチの風船。で、3点食らって、まあまあ、しょうがないと。どうしようかな。まあ、カード引けられるのはね、別にまあ構わないっちゃ構わないんで。でも、楽そうですね。タップ。なるほど。飛行タップ。強いな。これブリンクされたら負けちゃいますね。く、66飛行出ず。土地を引きに行くよりかは、まあ、これ構えて、アンタッピンランドを引くことに祈った方がいい気がしますね。ここでカード引かれてからさらに展開されるとやばいですからね。ここは仕方なしに、ちょっと待ちましょうか。まあ、それもありか。アンタッピンランド引くんだったらもうその方がいいですね。アンタッピンランド引くんだったらその方がバリュー高いか。このターン打って。しよ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 し。イメージですよね。はい。じゃあそこに。よいしょ。耐えたー。これでまあね、1枚ぐらい控えてもね、なんてことないんで。まあ、6点食らって、残10で、なんとかこいつが、地上をガッチして止めてくれて。今のね、ミームゼットが起こってよかったんですけどね。ミームゼットが起こってくれれば、マックストラズ釣れたんですけど。とりあえずこれでまあ、66飛行で、飛行はもう突破できんだろうと。カウンターもありますからね。ここは相手展開するしかないと思うんで。08？ 一生突破できないですな、08。これでまあ、とりあえず、お、クモさん。特に何もしないクモさんですね。66飛行。これは、まあ、耐えましたかね。これで向こうは殴れず、こっちはね、遠近術のフラッシュバックとかあるんで、まあ、かなり有利になった気がしますね。あとも後続の飛行がいっぱい来ないことに乗る感じですかね。とりあえずまあ、もう一回アラカナス出す、まあ、タップアウトのターンを作って、タップアウトしてから、お、山引いた。ルールですね。アラカナスの積み木で。5、7。いい壁。そこで、ね、対処取るんですよね。今日はこれがあると、これ倒せるんですよね。まあ、壁はね、1枚しかないので、ファンタズムイメージを引ければ、こうコピーできるんですね。ダブルファンタズム、ダブルスカイ、ん？シミックスカイスオーラーで、まあ、勝てますね。まあ、勝つことはね、そのうちできるんで大丈夫ですよ。おしまいです。
なんなら2セットもありますからね。フラッシュワーク。特に何もないので、じゃあこのランドですね。これをもらって、ボタンもないな。よいしょ。あ、適当に壁出して、おしまいですね。壁、確かに、まあ、パイは確かに倒せるな、壁。まあ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 。失礼しました。はい。まあ、そのぐらいはいいでしょうと。オポチュニティ これでも いよいよなんか ライブラリの数が これ2分セット出しても負けそうっすね。カード引きすぎて。1マナずれはもういい。そんなのもうどうでもいいですよ。ライブラリの枚数がやばいな。リセットを引いたが、あ、よしよしよし。ハンダソンイメージ来たぞ。これで、2体作って、はい。で、6ターン。これ殴ったら負けるな。出せないもんしかミゼット様。あ、これクリーチャーいいのか、これ。クリーチャー当たる分には問題ないか。そうっすね、よしよし。え、メイ。あ、ユーメイドロー強い。1、2、3、4、5、6。カウンター構えられないから、一旦待っていいな。別に出してもいいか、この状況。あ、まあまあ、カウンター持ってきましょうね。で、一応飛行を削っておきましょうか、これ。キッカー赤で。ここを、チュンってやって。これでカウンター構えできつつ、次のターンに、あれですね。あ、結構勝てそうですね、これは。まあ、これ、これ、で、これもすでに行って、まあ、1個止められて、まあ、これは適当に地上生物で止められる感じで。Z 様で。ただ、まあね、6ターンあるんで。そのぐらいなら別にいいでしょう。これでね、倒しに来ようもんなら、フラッシュバックで復活しますからね。くらえ。08。倒しに来てくれ、頼む。お、なんか倒しに来ましたね。あ、素晴らしい。いや、構いませんとも。ぜひ、ぜひこれを倒してくださいと。そしたらまあね、二部様ではなく、屈葬の儀式で、釣ってゴールですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12マナあるんで。これはまあ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 いいでしょう。これはね、あんまり横綱感はないですね。お、じゃあ、一応インチの杖を倒すかな。はい、これで。OK。屈葬の儀式。よいしょ。釣りました。で、おしまいと。これはね、勝ちですね。カウンター構え。圧倒的カウンター構え。
6、6、5。3、3も行っていいか。ライフは十分にあるしなんで。で、地上は2、2が行く必要ない。これでいいか。はい、アタック。止められて、お、通す。まあ、そのぐらい許しましょうね。じゃあ、指セットね。赤、赤、青、青。よいしょ。緑。おしまいです。1、2、3、4、5、6、7、7。1回だけ打てますね。1点だけ打って、チュンってやって、まあ、カウンター構えでターンをもらうと。ここに、あ、細かいのあったよ。あ、甘いすんな。カランド。くらえ。いや、危ない。ランド位置キープしてよかったですね、これね。まあ、1マナ、04。全力出し切れば、さすがにね、青白には負けないですね。相手細かいですからね。そう思うところ、これ結構いきそうですね、この相手だと。ブリンクあるの嫌だな。結構これもね、なんだかんだ、大事そうですね。やっぱり、序盤の軽いクリーチャー出して、あれつけるっていう動きは強、あの、強いときついんで。今、スモークされるときついから、やっぱこれも入れるかな。結構ね、カウンターとかあったらね、絶対入れていきそうですけどね。入れてきそうですけど、むしろ、まあ、これはやっぱさすがにね、弱いカードなんで、いきましょうか。うん、ほんとそのぐらいですね。できることがあんまりないので。いや、この日記はね、何でもきついですね。多分今の相手も相当きついと思いますよ、普通にやったら。4体目触るのに、これでね、できないですね。あ、これか。これってこと、つまり、これでくっそ、いや、4ターン目か。まあ、これしかない。これから、これ打って、たまたま落っこってこれしかないですね。4ターン目パターンは。まあ、錬金術もありますけど、一応。錬金術あんま打てないんですよね。錬金にね、あんまり打つとデッキなくなっちゃうんで。このデッキやっぱね、勝ち筋細いんで、デッキの枚数はね、結構大事なんですよね。多分。多分ですけど。デッキの枚数やばそうですからね。今も相当ギリギリでしたけど。こいつやばいからな。57到達ですからね、ただの。場合によってね、これも入れ、あ、これで結構でも入れていいかもしれないですね。これで殴りに行くプランとか。まあ、後手はあれですけど、先手とかは全然ありそう。まあ、4点クロックはね。でかいよっていう感じで。まあ、こいつが怪しいか。これ多分地上、ダメか。これは、まあ、いるか。うん。残枚はですね、これ多分打てるターンって、ゲーム終盤なんですよね。黒マナあんまね、出ること想定してないんですよ、このデッキ。黒マナ発生源これしかなくて、このクッソも基本的に、これが死んだ場合に戻すっていう想定なんですよね。あるいはこれか。これがこれを踏んだ時に戻すっていう想定で、打つターンは7ターン、8ターン以降みたいな。そういう想定のカードなんですね。マナカード的にはこうですね、このカードむしろ。こんなイメージなんで、黒いカードは、そう、できる限りいないようにしてるっていう。まあ、終盤に天使、まあ、天使はですね、一応まあ触れるカードが一応あるのと、まあ、できる限り、ここで止めたいっていうところですね。ここは出ないと絶対勝てなくて、で、出るまでのダメ点は構わないっていう考えなんで、黒マナで打てないカードを持つよりも、年とかを伸ばしたい。そういう感じですね。打てるカードで止め、あ、打てるカードで耐えていって、年を伸ばして、フィニッシャーで止めるっていう動きにしたいので、打てない可能性があるカードはね、極力入れたくないなっていう考えですね。このカード入れるんだと、やっぱね、終盤というよりかは、中盤に打たなくちゃいけないんで、まあ、ターン的には6、7ターン目ですね。5、6ターン目ぐらいかもしれないかな。
その辺を打ちたくなるんで、って考えると、もう一枚土地欲しい、馬が欲しいですね。5枚あると、まあ、黒8制限5あると、一応、まあ、本当にその純粋に数で割ると、まあ、まあ、後手であれば、お金あってもおかしくないですけど、期待値で言うと、ね、多分70%ぐらい超えるのは、多分9ターン目ぐらいだと、8ターン目ぐらいかな。5枚だと40枚で、そうですね。70何パーとか、目標とする期待値に行くには、結構遅い、多分、かなり遅いタイミングになると思うんで、かなり入れたくないよりかなっていうのはありますね。見るかはこういうカードで止めた方がいいかなっていう。計算したいんでわかんないですけど。ね、青黒ランド取ってよかったですね、1枚。そこはね、大きな失敗ですね。そうですね。そこの感度もね、めちゃくちゃ弱いですね。もうし負けそうっていう。もう、ありがんしたくないけど。序盤に今のアイテムね、3マナ2チェのドローするやつですね。あれが複数枚入っていたんで、多分こういう反応をキープして、2、3って動かると、済むんですよね。ちょっとこれはね、致し方ない。お、これはね、送りたくない。送りたくない。勝てなくなる。勝てなくなる。これ勝てなくなっちゃいますね。これ送ると。ミゼットがある。ミゼットがあるから大丈夫。シャッフルしてる方法ないんだな。敵の中に。これ一番下。シャッフルできないんですよ。それがね、まずいところで。こんな、これできる。あ、できる。大丈夫です。これがいますね。デッキに入っていなくても起動はできるんで。耐えたー。これでもう土地さえ引けばグリーン地獄で、ドローされても大丈夫ですね。アークナース、いい仕事しますね。これ 結婚でドローされそう。これ次なん土地引けないと負けそうですね。やばいやばいやばい。あ、もう、あれ、勢いよい。勢いがいいな、相手。まずい。でも、これ土地さえ引ければ。土地が引ければ、返せる。許容。許容ですね。これはまあ、ギリギリ許容ですね。タップインランドは、相手も展開するんで、絶対に。まあ、2ドローに対して、まあ、1枚引けるぐらいのあれになるんで、まあ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 、許せるって感じですね。まあ、これ展開されなかったらもう相手の5のもんですけどね。相当5のものです。あ、2、3、く。やりおる。これだったらもうここ倒すか。別にここ倒せばいいかな。でもグレンジョーク、いや、まあ、いや、これは、ここ倒そうかな。ここ焼くだけで。で、出てきて結婚した後にグレンチ国の方がいい。いや、まあ、グレンチ国がいいな、これ。グレンチ国行きましょう。グレンチ国でーす。ピアスー！ピアスー！ ピアスー！ピアスかー。賢いな。しかも飛行ビート。しかしね、まあ、カードの枚数では負けないですからね。相手がいっぱいカードあるから負けるわけではないんですよ、このゲームはね。で、強っ。え、ドローを潰さなくちゃいけなくて。ファンタズム、あれ、なんちゃらで。や、ここでむしろ04飛ばす。いや、しょうがないですね、もうこれはね。23、32飛行、はいはいはい。
残豪。荒くなす。これで、なんとか止まってくれ。頼む。でもかなり飛行機で意識してるから、やっぱ地上飛んではなくてもいいか。この感じそうですね。殴ってきますね、これは。もう強引に。強引に殴ってきますね、これ。でも、こう、こうって、残1で。一応耐えるか。何もなければ。なんかあるの？そもそもあったら負けですよと。なるほどね。これで、ここ、通すしかなかったんですね。え？あ。はい。負けました。負けました。まあ、これが本来の動きですね。これが本来のゲーム展開で、これは地上を止めるカードを減らして、これとかがいいか。まあ、こっちはまあ価値があるんですね。こっちは意味があんまり意味がないんで、ここを減らして、もう2万増やそう、これ。まあ、印鑑ともに青がかかるので、これは黒マナ1個増やして、あれ入れましょうね。儒教を入れないと、これは。かなりきついで、これもあんまり嫌だな。これも抜いて、一旦耐えるカードでもいいけど、ここはドローでもいいですね。これで、この戦はきついな。こっちにしよっか。まだ打てる方がいいな。これが見えればね、許容できないところなんで。他もね、相当弱いですけどね。まあ、一応一回止められるだけで価値もまあ、なくはないっていうところで。はい、なんとか まあ、いいかなと。結構ね、これとか出るとね、これだけで勝つこともありそうですけどね。よいしょ。お！ランドと加速がある。これはまあ、いいですね。デッキはね、めちゃくちゃやばいです。これはね、僕もそこはね、もう認めますね。デッキはやばいということ。これピアスされたら泣いちゃうな。ああ、されてる！ ピアス。ひえー。しかし04で地上はがっちり。なんだろう。できればね、ゴーレムとか欲しいですよね。あとはまあ錬金術でもお金でもいいです。なんかスペルだったらまあ結構何でもいい感はありますね。このターンは。でも一応今これでもうね、ランドは揃ってるんで、赤赤青青と揃ってるんで、結構苦。打っちゃうか。はい、3ゲーム目ですね。これは結構ね、打ちたくないやりの今の状況ですけど、まあ、しょうがないなということでね。お、いい。これはいいカード。くっそー。くっそーか。じゃあ一点投げるか。殺せよって。あ、投げない。こっち知らないからな。屈装加わっても何も起きないけど。まあ、錬金術欲しいですね。で、結婚されちゃうかな。されちゃうだろうな、これは。グレン地獄欲しいな。グレン地獄切ればすごい。
遅い。一旦遅い。このカード。2、3、4、5、6、7、7、1? 今、6、7か。で、次でね、6、6飛行とか引ければ、かなり止めれますからね。もう、ドローはしょうがないですね。相手に何枚引かれようが、受け入れるしかない。もう、1回でもどうぞと。あ、いいな、あのカード。いや、今ね、パンチすると、絶対に2点通っちゃうんですよね。で、倒しても、通されると1点入って終わってしまうんで、もうこのヒゲさんが投げる選択肢はないですね。お、よし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 、いいカード。一応凶暴できますね。まあ、多分これにしか投げてこないとは思うんですけど。これね、白マナから飛行つけてほしいですけどね。タップして、ここタップして、みんなでパンチか。競合できないからね、これね。これはこれで。よいしょ。ブロックして。痛い。く。フラットタイスクリューはね、基本的にスクリューが勝つんですよね。ストレイが多いため。まあ、死んじゃいそう。ブローク。まあ、あれを打ち消して、これ2分弾引けば相当でもいけそうですね。まあ打ち消そうか。何でももう消そう。飛行なし。打ち消し。くー。きつい。2、3、4、5、6、7、8、9、7。1まだ1回しか使えないですね、2、3。引いても。ただ、これ11が死ねるんで、11が死んで、屈葬でなんとか1枚カードは引けますね。そこだけはありがたい。もうそのぐらいはいいでしょう。屈葬の儀式で、これスペル引ければまだチャンスはありますね。ただ、スペル引いてくれ。まあいいでしょう。これはかなり悪くないですね。向こうの飛行をタップしてできるんで、結構これはでもいいですね。かなり耐えれる。飛行タップで。ふふふ。ブロックのブロックで、ん?これが引っ越しのか。じゃあ、こっちブロックするか。で、フラッシュバックで、ここはまあ、キャンテープでドローしましょうかね。ああ、でも、時給ってもいいかな。いや、まあ、どうしたいな。いや、いいか。ここは、時給ロー。修復点もあるし。ここと、ここで、そうか、まあ、こうか。
向こうですね。じゃあ、これで、この21を除去ると。黒、赤、青で。F6。2。土地。耐えれない。今、いや、まだチャンスあるか。ここでグレン地獄引けば。あー、土地でしたね。残念。引けなかったー、負け。まあ、しょうがないですね。結構ね、まあ、MO は、ね、よく、ね、あるんですよ、こういうの。この前ですね、トップ14まで土地が回りましたね。結構よく起きることがありますね。とりあえず、まあ、しょうがない。まあ、これは結構ね、デッキの強弱関係なく負けた感じがあるんで。まあ、とりあえず、もう一回だけ。もう一回だけ。結構ね、MO はね、多いんですよ、こういうの。最近なんかね、増えた感じがあるんですよね。結構なんか、S さんもね、この前話したんですけど、やたら勝てるな、みたいな話をね、したんですよね、二人で。結構ね、もしかしたら、傾向がね、あるのかもしれないですね。MO では。結果は妥当ですね。ただまあ、ただね、今の結果とね、デッキの強弱関係ないというところで、今のもね、できないですけども勝てなかったんで、そういう感じでなんとか、一つね。まあ、ここは脳幹ということで、脳幹ということで、もう一試合。これ勝てばまあ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 、一勝はできるいいデッキだったねっていう感じで。まあ、いいか。でもね、青マナありますからね。これ、腐った？これ。ひ えまあ、とはいえ、民間。金の出番はもう終了しちゃいましたね。相手も同じようなデッキっぽいですね。まあ、じゃあ、とりあえず適当に出して、飛行。これなんか適当にクソを使えそうでいいですね。しかも相手飛ばして止まってる？相手事故ってる？ 4 点。占い師。リブゼットが、リブサナが、死んでしまった。もうこの一回ね、相手が事故ってるうちに、勝つしか。もうじゃあ、こんなんでも、クロックがクロックですからね。まあ、ゴミみたいなクロックで、殴り勝つしかない。先に錬金術でしたね、これはね。らえ。一回しかもね、ブロッカー一回どかせますからね。お、これは勝ちましたね。これもう次来て間に合わないんで。ディスカード。これだいたい色がわかるかもしれない。まあ多分青いカードすると思えば、お、相手、白。青白か。あ、これね、アンタップランド良かったですね。フラッシュバックできるんで。これね、ミスですね。4、5、6、7もあるんで。でも勝ち。これ、このカードの価値がちょっとわかんないですね。まあ、とりあえず勝ったし、いいか、このままで。まあ、とりあえず勝ちましたからね、なんだってね。勝った以上、ここはあえて変えずに。島田ゼロインの強さをね、見せつけていくと。ロブグラップ。お、これで終盤もゲットしましたね。6ターン目に一応、向こうの首輪と、なんかクリーチャー同時に倒せる。相手、相手もそういう感じなんですね。なるほどね。やばいな。
土地が固まってきた。ケンタウロスヒーラー。悪くない。まあ変わらんからですか。青、緑。えい。ここで土地。お、素晴らしい。これでマナ加速できましたね。このマナ加速はね、とてもありがたい。これ居住ですね。これ出して、これでまあね、これがチャンプして、まあ、屈装で釣って、そいそいと。ショックってもいいですけどね、これね。まあ、できれば取っときたいですね。え、殴ってくる。じゃあ、ブロックします。ロック痛いんで。今回は飛行はね、そんなにない、いましたね。はい、タフさんは殺せないですね、なかなかね。まあでも2点クロックだったら、まあ別に大したことないんで。まあ、その下が殴ってきたら、これブロックして、まあ登録になせばね、いいんじゃないかなと。お！じゃあもう一回戻していいよと。もう一回戻していいですよと。こうやって平地戻したんですね。タッパー。タッパー。お、これはありがたい。ゲット。フライングゲットですね、これは。トークンが出て、相手はタッパーを使われなくなると。あ、再開しました。大変失礼しました。まあね、一瞬で気づいたんで、いけるかなと思ったんですけど、ダメでしたね。やっぱり、ラグが少し。プして、メインでタップ。2点、2点。フラッシュバックはもうしないですね。ただ余裕が、ライフに余裕はあるんで、ここは耐えて、お、22戻す。この人ありがたいですね。辛くなってきたなぁ。いや、これ、やるとよかったね。ミスったな。これ8番ですからね。1、2、3、4、5、6、7、8、7、ミスった。ここはミスりましたね。まあ、一体潰しもあんまり意味がないから。いや、まあでも、もうきつい。いや、待った方がいいですね、これは。後ろの前結構きついんで、ここは。メインでタップ。2点。そろそろスペルが欲しい。厳しいな。もうチャンプ入りそうですね。耐えきれなくて。まあ、地上を今度はまたこれチャンプして。戻された。じゃあ次ですね。チルはありがたい。ありがたい。これまた耐えれそうですね。お、うん、あ、そっか。乗れないのか。相手結構、相手のクリーチャーも結構質がやばいですね。これはすごいいい勝負な予感がしますね。これはデッキパワー相当いい勝負。これ
こっちだったらもうね、そろそろデッキが土地がついてきてるんで、だいぶもう。確かに相手しか、しか、相手しまないのか。よいしょ。まあ、自費か。きついな。そろそろ作り欲しいな。ブロックか。いいものが。これで地上は。とりあえず、トークン出して、はいはい。これでなんとか耐える気がしますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。で、1枚石に送ってるから、まあ、残り土地が、デッキに4枚ぐらいですかね。13、10、あと5枚ぐらいか。今5枚ぐらいあるから、一応、19分の5で土地があるんで、まだ引くこともありそうですね。薄らいな。あ、まあ、これはもう、再生できるか。再生できてしまう。引いちゃいましたね。タッパーも潰します。死んでしまうため。もう我慢できないですね、これは。これで、ここと、これで、ここで。今再生できちゃうんですよね、ゴーレム破壊は。もう、盤面が耐えきれなくなってしまうので。タップタップで、メインタップタップで。え？あ。ゴーレムが死んだ？ 今ゴーレム死んだ。あ、これ、追放かもしかして。デストロイですよね。まあ、何かが起きました。再生できるんですよ、そのゴーレムを。いや、本日再生できない書いてないよ。くぅー。ダメだったか。これは、でも1点しかいけない、大丈夫か。タップタップで、まだなんとか耐えれそうかな。もう一旦、猶予はありますね。まあ、結構でもね、まあ、今日は連続してますけど、まあまあね、でも、ね、もう多いですよね、こういうの。だから、そんなにね、すごいっていうほどでもない気はしなくもない。お！神。これは耐えましたね。お、これで土地もほぼ全部消えましたね。ハンバーグのイメージ持っとくか。土地を置いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。4マナ。ここは、フラッシュバック一回しちゃうか。これはまあ、あれじゃないか。クソがもうないのかってやつね。オポチュニティ、オポチュニティか。引くか。ここは一旦、次から引けばいいですね。で、これはもう、厳しいので、トークン生成か、もう一旦タップされて、あれか、これコピーして、いや、間に合わないか、あれか。まあ、あれですね。もう普通にトークン増やしましょうか。2、3飛行はね、このターン、盤面が減ってしまう。あ、あるいはこっちですね。これ1、1は結構ありますね。ただまあ、飛行トークン出せる方が多分耐えれると思うんで。まあ、ここだし、ここにしておこうかなと。まあ、一応こっちか。一応こっちですね。まあ、タップで。そうすると、相手はね、ここを潰さないと投げなくなるんで。はい。で、死んで、だこれによって一回タップ分が、そう、無駄になったんで、ただもう一旦猶予が生まれましたね、これで。オポチュニティから、サラノミか、シミカの、ニブメイガスで。ん？ニブメゼタ様なんとかね。
ならないかなと。ランドの、そろそろ、これね、ライブラリの枚数が。ランドがね、もうないから、ちょっとね、勝てるかどうか不安ですね。空の実か、これで。空の実引ければ。空の実出して殴っていくと。お、ゼット様。お、グレン地獄。まあ、ゼットでいいか。赤、青、青、赤。はい、と。もう、多分、立憲立ちはないですね。これで。まあ、占い師2枚だけ、1枚送ってるんで、占い師の送った途中1枚だけある感じになってますね。まあ、これで多分、耐えるだけは。パスがなければ。あ、これは、タッパーか。よしよしよし。じゃあ、タッパーを潰しておいて。じゃあですね、こいつ名らしいんで、ちゃんとね、引かないことを選べるんですよ。これで、勝ちに行ける。あれ裏出し違うゲームかじゃあ。グリーン地獄打ってもいいですね、これは。4ターンあるから、まあ、なんとかなりそうですね。ここに、チュンチュンって打って、27点はね、結構怖いですね。最悪自爆できるし、ここはもう、パイロはね、もうこの間結構押したい勢いなんですよ、ね。結構押したいけど、今打って再生つけられて、ここを倒せるからもうパイロ打つか。よいしょ。パイロ打っちゃおう。はい。これはね、相手のデッキも相当、あれでしたね。で、相手の飛行を落とし、なんかしかも相手の能力を使わなかった。最後すごい、激っぱしになってましたね。もう、引かない。これも、雲も出すでしょう。これ一応、ラストかあったら負ける？ああここまでもいいか。盤面クロックあるし。火力構えた方がいいっすね。3点飛ばして。あ、勝ちました。いや、恐ろしかった。いや、これはね、なんか、相手のデッキの結構でもあれでしたね。多分これ、今度は島がなかったのかなとか。ね。まあ、とりあえず勝ってよかったですね。いやこれはね、まあ、お互い、もし8個、8人でやっていたら、0-2 対決では、まあ、絶対当たるだろうみたいな、あれでしたね。まあ、今は結構、そういうあれでした。最後ね、やりたいところですけども、時間がね、そろそろ、あと、8分、9分、まあ、そんなところなんで、まあ、このデッキもね、まあ、これ以上回しても、今日は苦痛な、皆様ね、見てて、あれだと思うんで、まあ、今日はこの辺で終わろうかなと思います。まあ、来週ももうちょっとね、まともになんかやろうかなと。来週はちょっとあれですね。来週はメキシコに行くので、私、放送ができないんですね。なんで、再来週になりますね。ただ、再来週とかはもうね、モダンもだいぶ近いし、一応、アモンキットも発売が、もうすぐなんで、まあ、アモンキット見つつ、まあ、多分ね、プレビューも、フルスポはまだかな。フルスポはもうちょっと出ないとは思うんですけど、あ、出るかな、でも、もしかしたら。まあ、多分その前後ですね。フルスポイラーが出る前後だと思うんで、アモンキットのカード、まあ、いろいろと話したりとか、モダンもね、そろそろ僕、やろうと思ってるんで、そのモダンの話したりとか、メキシコのね、話とか、そういう話ですね。感じですね。いや、プレビューウィークはですね、僕、来週放送がお休みなんですよ。
再来週やるんで、再来週だともう始まっていってると思いますね。ここですね。やるのが。次回が17日。で、もうプレリリースが22、23なので、まあそうですね。もう多分大体、てかフルスポかな？もうここもしかして。まあこんな感じで、まあそのメキシコのね、何かお話ししたりとかすると思います。スタンダードはね、多分もうやらないと思うんであれなんですよね。もう多分考えることなさそうですね。ただ新しいスタンダードの話とかはね、多分すると思いますね。ただまあ結構ね、もうモダンっていうかそのグランプリ神戸が近いと思うんで、多分お話はモダンのもね、結構重視しようかなと思ったりはしています。まあその辺は要望があれば、みたいな感じはありますけどね。多分、まあスタンダードの話よりかはモダンの方が関心が高いかなとかっていう思ってるんで、まあ半々ぐらいだけどもいいですけどね。僕がね、多分メキシコ勝ったら、あれなんですよね。次回のプロツアーアモンケットの権利を持っていないんで、グランプリメキシコで、グワーッと勝つと、まあ結構ね、いける可能性が出てくるんですよね。そのプロポイントが手に入るので。なんで、メキシコの結果次第で、スタンをがっつりやるのかっていう、そういう話になりますね。メキシコだったら、結構スタン話が、ポンポン出てくるかもしれないし、メキシコをね、まあ大敗したら、そしてモダンの話しますかってなりますね。モダンのね、パラドックスはね、破滅の時は、一応まあグランプリの回数結構あるんで、まあ破滅の時はね、多分出れるかなと思ってるんですよね。一応そのシルバーには多分なれそうな雰囲気はあるんで、まあそうわかんないんですけどね。負けまくったらなれないんで、あれですけど。メキシコのフォーマットはですね、チームリミテッドですね。霊気紛争8パックと、カーディッシュ4パックの霊気紛争、あ、じゃの、リミテッド、チームリミテッド。で、チームメイトは、渡辺優也さんと、幸宏健さんですね。ちなみに、プロポイントは、全然足りないです。ちなみに言うと。もうね、優勝ぐらいしないと無理ぐらい足りないんで、まあ、今回の目標としてはですね、まあ、理想を言えばトップ8入って、グランプリ北京でちょっと勝って、シルバーになるのが理想ですね。まあ僕の本当に目標はね、トップ8ですね。トップ4か、チームなんで。まあね、ここはまあ実際もね、きついと思うんで、やっぱ3点ですね。3点もらえて、まあ次につなげる感じですね。まあまあ実際今回はもうね、プロツアーアモンケットは相当厳しいので、アモンケットはもうお休みをして、まあ、神戸と北京でポイントをもらって、そこでシルバーになりたいなっていう、その目標のために3点ぐらいかなっていう感じですね。なかなかね、しかもね、アメリカと近い場所ですからね。まあ、今回もね、モダン、チームモダンがあったと思うんですけど、とんでもないチームがね、トップ4入ってましたからね。そう、それを考えればね、彼らはそのまま来ると思うんで、まあ、きっと、恐ろしい場所でしょうね、と。もうその生還だけは、命だけはね、大事にしたいですね。メキシコって、今非常に治安が悪いんですよね。で、まあ、空港がですね、危険地帯って指定されてるぐらいらしいんで、ちょっと 日本人9人で行くんで、固まって、みんな命を大事に行こうと思ってます。とんでもない、パズルクエストは本当にとんでもないですね。なんかね、外務省がなんか、ガイドラインかな？かなんかの、危険度みたいな、地域の危険度みたいなね、ランキングみたいな指標があるんですよね。で、危険度0がマニラで、メキシコが危険度1なんですよね。で、危険度0から0以上が、もう行くのはね、気をつけろよとか、できれば、危険が望ましいみたいな感じで、危険度1はやばいっていう感じらしいんで、結構ね、やばそうですね、と。本当にね、もうメキシコ行ったら、家から、まあ部屋から出ないとかそういう感じになりそうですね。ひたすら、もうこもってるみたいな。で、ホテルもね、会場の真横なんですね。で、真横でも一応、外歩くんで、ホテルから出るときも、全員で固まって動こうみたいな話もしてますね。だからとてもね、危ないんで、命大事に動こうと思いますんで、
MO 配信はね、僕、ノートパソコン持ってないんですよね。ノートパソコン買えばできますけど。やっぱね、ゆくひろけんさんとね、渡辺美優さんに座れたらね、こう、なっちゃいますからね。まあまあ、一応ただとはいえね、きちんと、その辺意識してれば問題ないと思うんで、ちゃんと安全に気をつけていこうかなと思いますんでね。よろしければね、応援していただければ幸いでございますんで、よろしくお願いします。っていう感じで、じゃあ今日もこの辺りで終わります。はい、また放送の話ですけども、再来週に、まあ、モダンの話とか、まあ、結果のね、報告とか、そういうことをね、しようと思うんで、まあ、よろしければまた再来週ご覧いただければ幸いでございます。よろしくお願いします。